お、来ましたね。お、始まった。お、コメントもドボドボって流れて。はい、ということで皆さんどうもお待たせいたしました。奏者兼、解説の糸高と、解説のロストと申します。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。これからね、まあ、レッツゴーピカチュウ、レッツゴー EV と、あと、カードゲー、カード GB ですかね、ありますんで、約5時間ぐらい、RTA Japan Online 2019のね、ポケモン枠ということで、よろしくお願いいたします。お付き合いください。視聴者4600人ぐらい。すごい。で、プレイヤーの方のね、紹介もしていきたいと思うんですけれども、左上です。右上ですね。右上の方が、ハッシュドライスさんですね。こちら EV 版やります。あとが、左側にいるのが赤坂さんですね。が、レッツゴーピカチュウです。で、あと僕、糸高が、レッツゴー EV という形になっていて、作品の差自体はそんなに多くないので、よろしくという形でございまして、あと3人のね、話した結果、世界記録保持者じゃなくて、世界記録経験者ですね。世界記録経験者は、じゃあハンデを10分くれるっていうような話が出てるんで、それをね、やっていきたいと思います。まあ、問題は誰が経験してるんですかね、世界。誰が世界記録経験者かっていうと、まあ、実は、まあ、全員ということで、まあ、実質ハンデなしで、いい勝負をね、皆さんにお届けできたらな、というように思います。よろしくお願いいたします。お願いします。というね、茶番を一つやりながら、早速、予定時刻もね、過ぎておりますので、やっていきたいと思います。はい。では、カウントダウンの方。お願いいたします。はい、0で開始と54321 54321 0。ということでよろしくお願いいたします。はい、ちなみに本当のことを言うと、赤坂さんが今現在の、世界記録保持者という形になっているので、まあ、自分はね、そんなにちょっと遅れちゃうかもしれないけど、頑張っていこうなという形でございます。で、今回のね、カテゴリーなんですけど、ワンプレイヤー、ツーコントローラーズというね、このカテゴリーになっているんですけれども、これはですね、一人で、ジョイコンをですね、2個使って、プレイしていくと、そういうね、カテゴリーになっております。糸坂遅れてるぞ。俺のキャプチャーボードの問題でごめんなさい。1.4 秒遅れてます。スイッチにはね、ジョイコンが左右にあって、2つで1セットだと思うんですけれども、その2つをね、同時に使っております。それによってね、ポケモンの捕獲とかね、あとは、対戦ですね。戦闘のところも少し変化が起きてくるというところでございます。そしてですね、このポケットモンスターというゲームですけれども、まあ、ポケモンというね、まあ、皆さんご存知だと思うんですけども、仮想生物ですね。これ共に生活し、共に生き、共に、バトルとかでもね、使われていく。プレイしながら解説するのは大変だ。するわけですけれども、なんだ、何を喋ろうとしたんだっけ。100、普段より170は走るってことなんで、ちょっと今日はね、ぜひとも走りながら喋る予定なんで、よろしくお願いします。走っていただきたいんですけども、で、まあ、早速ね、マサラタウンからね、始まっていくんですけれども、こちらはですね、ポケットモンスターのピカチュウバージョンですね。ポケットモンスターピカチュウバージョンの、まあ、一種のリメイクっていう形になっているんですけれども、今までのね、 RTA in Japan とかでもポケモンの RTA 出させていただいておりますけれども、基本的にはですね、なんかこうエースポケモン1匹いて、そのポケモンが敵のですね、バタバタと倒していき、まあ、攻略するというね、そういったゲーム内容になっているわけですね。なんですけれども、このレッツゴー EV バージョンに関しましては、非常にですね、
特殊なポケモンになっておりまして、まあ、どうなっているかというとですね、まず、ポケモンを捕まえるとですね、このように、アクション化してるんですね。ポケモン GO から輸入されているこの、ボールを投げるアクション。ちなみにこれエクセレント出ると、動きが遅い。っていうね、形になっております。で、戦わなければいけないトレーナーですね。いっぱいいるんですけれども、そのトレーナーからもらえる経験値がめちゃくちゃに、下がっているということで、戦わなければいけないトレーナーと戦っているだけだと経験値がありません。さらにですね、この、まあ、後々にですね、ポケモンを、なんと50匹、50種類ですね、匹じゃなくて、50種類、捕獲しろと、まあ、そういった、関門がですね、出てくるんですね。ということで、道中でポケモンをガバガバ捕まえなければいけないという、他のポケモン RT にはありえない、シーンが見られるわけでございます。さあ、真ん中のボールを選んで。EV をね、自分は EV。上は赤坂さんはピカチュウ。ハッシュライスさんも EV。捕まえていきます。で、ポケモンはですね、なんと、性格というものがございまして、これでですね、ステータスが、変動するんですけれども、性格の厳選をしている余裕は、この二人相手だとございません。そのまま直行するしかない、ということで、一応25種類あってね、上がる能力、下がる能力あるんですけれども、そのね、下がる能力が例えば攻撃だとか、特攻だとか、素早さみたいな、戦闘で重要なステータスが下がっている場合、非常に大変なことになりますが、性格を厳選する1回にですね、これはリアルな話、1回厳選するのに3分とかかかるんですよね。なんかもうやってらんないって話ですね。ここまで来るのに4、5分かかってますからね。そうなんですよ。この段階に5分かかってますから、なんかもうすでになんか4、5秒遅いんだけど俺。なんで連打が足りないんじゃないですか？連打で負けてる？もしかして。そういうこと？で、ポケモンがですね、こうやってシンボルで、出ております。このシンボルに触れると戦闘画面になって、ポケモンを捕獲するとアクションがね、起こるんですけれども、これをまあなんと頑張って避けて進んでいくわけでございます。基本的には出てくるポケモンはすべて急に足元から湧いてくるので、そうなんですよ、うん、運が悪いとエンカウントしてそのままロスになります。ね、ここ初代は皆さんを届け物預けた後、歩いてマサラタウンまで戻ったかと思うんですけども、今回親切設計で勝手に博士の研究所まで戻ります。自動で戻ってくるっていうね、素晴らしい。ということで、一番最初の戦闘に、なっていくかと思いますけれども、一番最初は、EV 版の方がちょびっとだけ戦闘が有利と。戦闘時間がね、短く済みます。まあ、ただ、最近のポケモン、御三家が最初から、水鉄砲だって、火の粉だったら覚えてるんですけど、ピカチュウも電気ショック覚えてます。で、もしそこで麻痺を引くと、まあ、運次第では全然突破できず、最終的に負けるという結果になります。このピカチュウがね、電池、麻痺んだよ。OK、OK、OK。しかも麻痺ったりして、攻撃はまあ、下がってるわけではなさそうだな。あー、麻痺ったさすが。状態異常になると、危ねー。状態異常になるとですね、画面がね、処理で固まっちゃうときがあるんですよね。で、あと、今回の EV とピカチュウに関してはですね、個体値ですね。個体値と呼ばれるものがなんと全部、MAX! いわゆる 6V ってやつですね。6V と言われるね、状況になっていくと。他のゲームに比べたら、まあ、運の要素がね、もう山盛りありますんで、
もうね、こんな数秒のところなんてね、もう誤差の誤差みたいなところですか。そうですね。さあ行きましょう。危ない危ない危ない。目の前にポッポ湧くな。さあ華麗な皆さんのね、適応系を披露できるかと思ったら早速、マシュルライさんをポッポに当たっていく。足元、足元ポッポ。足元ポッポ、足元ポッポ、足元なんかされると、まあ、大体10秒ぐらい持ってくれますね、それだけでね。ポッポガジャーマーつって、こう、言って、行くわけでございます。さあ、コラッタ戦。コラッタ戦。皆さん、最初の戦いましたね。で、このコラッタですね、レベル3なんですけれども、もらえる値、ね、ちらっと見ておきましょう。先ほどね、トレーナーからもらえる経験値はすごい低いというふうに言ったわけですけれども、もらえる経験値がたったの12。こんなんで勝てるわけがない。今までのポケモンでしたらね、なんか24とか、まあ大体2倍ぐらいもらえたわけですけど、まあ、本当になんか半分ぐらいしかね、もらえないんで。もう大体最初のあのライバルの戦闘と、次のトレーナーでもレベル7いくかなぐらいが、そうですね、まあ割と普段のポケモンの調子。最初のトレーナー倒したら、レベル6になるぐらいの、あれですけど、ならないんで。さあ、ときわの森にね、そろそろ到着するところでございますが、ここからですね、レッツゴー EV、レッツゴーピカチュウの、まあ、他のポケモンとは全然違うぞというところが見せられていいかなというふうに思います。ピカチュウ来た。おぉ。これいいぞ。じゃあ、俺も実質レッツゴーピカチュウってことで。違う。そうですね、皆さん、まあ、ピカチュウ版はね、EV 出ないとダメなんですけど、EV 版の特権ですね、これは。うんのおい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 。OK。OK、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 いいよ。まあ、いいよ。うん、だいぶモテ遊ばれてますね。え、24か。普通のボゲンは基本的に人間性能的なところはトレーナー避けだったりとかそういったところに左右されるんですけど、このゲームボール投げだいぶタイムに影響していきます。でしかも、最初のボールの1投目に捕まえると経験値が増える仕様になっているので、まあ、ここで経験着実に増やしていかないと、後々でだんだんレベルが足りなかったり、ポケモンが進化しなかったりと、弊害がいろいろとね、起きてきます。そうですね。時矢の森のところの、まあ、EV バージョンの目標としては、EV のレベルを10にするっていうのが、まず大きな目標としてありまして、で、それを達成するために、ここでですね、図鑑を埋めるのと同時にポケモン EV のレベルを上げる、っていうのを、まあ、両方やっていってストーリー進めていくといった感じになっておりまして、自分は今ピカチュウを捕まえたんで、まあ、画面上ストーリーの進行は遅れどうようには見えるわけですけれどもまあ、そのポケモンの捕獲するね、捕獲した匹数は1匹他の2人より多いんで、まあ、早く進んでるのか遅く進んでるのか。そして今ね、赤坂さんが拾ったこの虫寄せコロン、これがね、すごいアイテムでして、一定時間100歩ですね、の間、ポケモンが出やすくなるっていうのと、あとは、そのエリアに設定されている最大レベルプラス1のレベルに、固定されるんですね。で、もらえる、野生のポケモン捕まえた時にもらえる経験値は、その捕まえたポケモンのレベルにも関係している、関係するし、あとはまあレベルが高ければそれだけ進化が早いって形になりますんで、経験値も多くなるし進化も早いしっていうことで、めちゃくちゃ、有用アイテムという形になっております。間違えた。ここで皆さん、今捕獲区間入りましたね。で基本的には経験値の仕様としてサイズが大きい小さいでさらに補正かかります。でチャットにもありましたけども、ポケの周りに出てるエフェクト、オレンジ色だったり青色は、サイズの大小を表していて、オレンジ色が、ラージ、水色が、スモールです。
で、ちなみにポケモンの周りにキラキラしているエフェクトが出ているのが、色違いとなるので、まあおそらく現れたらね、奏者の皆さん捕まえてくれるんじゃないかと。で、仲間がいるとですね、こうサポートトレーナーっていうんですけども、それがいるとさらにね、もらえる経験値が増えると、そういった仕様があって、これを使って、あと捕獲率ももう跳ね上がるので、これをね使っていきます。よし。で、エクセレントで捕まえると経験値がね、あの2倍、グレートだと 1.5 倍、ナイスだと 1.25 倍って感じなんで、基本的には、あの一番最初はイーブイ捕まえるところはね、あの、一切関係ないんで、あの、グレートの方が良かったですけど、実際にポケモン捕まえるところは、エクセレントの方が全然いいですね。あー、サイズ違いのマラツボミが出ないかな、出ないな。で、赤坂さんが謎の草取りに行っておりますね。そうですね、ピカ版と、EV 版との違いで、ピカチュウ版では謎の草、EV 版ではこれマラスボミに変わっています。はい、で、まあ、ちょ自分もね、EV 版の奏者なんですけど、まあ、おそらくピカチュウ版この後、自分戦で謎の草使っていくんじゃないかなというところで。これやばいな。ちょ待ってくれ。この EV、攻撃加工性格だ。おっと終わった。やばい。待って、能力全然見てなかったからわかんないけど。レベル8で体当たりして、トランセルにあんだけしか入んなかったんだ。基本的に8あれば落ちますね、トランセル。まあ、乱数はありますけど。半分しか入んなかったんだ。それは終わった。先ほども言ったんですけどね、今回あの、すべてのポケモン 6V っていうことで個体値差がないので、もう性格がタイムに絶対の影響を起こします。あ、色違いのトランセルだ。おっと、え、あーっと、色違い出ちゃった。出ちゃったけど、ただ、トランセルはもう捕獲していたので、残念ながら、虫だけにね、無視されてしまいました。臆病、いやー、あまり嬉しくないですね。あー、終わったくせー。何やチャットの雰囲気がちょっと不穏ですが。勝負あったか？よーし。まあ、なんとかね、EV 対応力で、まあ、そうですね、やっていただくしかないけど。で、ちなみに一番最初のですね、たけしのジムでございますけれども、たけしのジムは、なんだ。草タイプ、または、あれですね、水タイプのポケモンを、捕まえた状態で、まあ、行くと。ね、そうですね、条件は条件になっております。初代とそこがちょっと違うところですね。基本的に全ての地面に何かしらの挑戦条件が設けられています。で、皆さん捕獲順調に進んで、まあ、赤坂さんもジムに入ってますね。そうですね、赤坂さんもジム入って、もう自分もちょっと遅れて、まあ、ジムに行くんですが、困ったな。困ったぞ。ここ攻撃加工補正入ってると2ビジムどうなるんですかね。困ったぞ。自分はいつもそこはさすがにリセットするんで走ったことがないですけど、攻撃加工補正は採用することはないんで、自分も走ったことがない。で、赤坂さんが、2ビジム、たけし戦ですね。
ピカチュウ単独で突破するのきついということで、先ほども言ったように、2つ目のコントローラー使って2対1ということでね、蹂躙していきます。ちょっと急遽自分も ちなみに EV 版は、EV1 匹で突破できるんで、普通は1コンで走ります。こうただ2コンにしてしまうとレベルアップとあとあのステータスも出るっていうの結構ロスするんで、まあ、できる限り1人で進められるとか1人で進めた方が早くなります。友達のポケモンが強いで、赤坂さんは、2ジム突破しましたね。ここで技マシンズスキーがもらえます。じゃあこれ、で、今回の列を、ピカチュウ EV は、初代をリメイクしたような形になっていますが、登場キャラクター主人公はあくまでレッドとグリーンではないので、別でこういう風に登場します。で、さあ、岩の国苦戦しているが。オリチャー発動二度蹴りが全然入らない。二度蹴り全然入らんな。そうだとね、ハシュロアラスさんみたいに、尻尾を振るして防御を下げた後に二度蹴りをしてあげると、2回で落ちるので、簡単に突破できます。パワフルみたいに性格を変える本があったらよかったんですけどね、残念ながらポケモンにはそういうのはまだありませんので、このままおとなしく走っていただきたいと思います。きついなぁ。で、皆さん手に入れた続き、この後 EV のメイン火力で使用していきますが、威力70で、さらに3割で相手に強みを与えてくる、ものすごい序盤にしやすい技となっています。そうですね、ただこれをメイン火力としていくんですけど、さらに EV はね、ここと赤坂さん1度目のサンドが登場しますね。あ、1度目のサンド、あ、1度目のサンド、なんか今回聞いた話によると、あの3度目のサンドを捕まえておく人は実質優勝みたいな話を聞いたんですけど、よーし3度目のサンド、これがいくぞ。よーし3度目のサンド、これがいくぞ。ということでね、先ほどの頭突きの話なんですけどもね、まあ、糸高さんは A 加工補正を引いているということで、メインウェポンが、威力足りない状態で走るということで、まあ、PP 管理とかだいぶきつくなってくるんですかね、これは。もうどうなるかわかんないわ、もう。予想がつかないですよ、これは。走ったことは一回もないからな。ニドキングチャートに急遽変えるか？いや、それはきついなぁ。いや、自分 S 加工でなら走ったことありますけどね。ちょっと AC は。S 加工はまだなんとかなるんですけど、A 加工はほんとどうしようもないのではないか。アーボが、ここアーボ出ると美味しいんですけど、アーボは出ません。で、ここでまた虫寄せコロンを回収して。あぶねえ！EV はですね、先ほどもらったあの頭突きがですね、タイプ1で威力が 1.5 倍になりますので、威力が105の物理技というね、形になってるんですけれども、ここでね、コイキングを買います。ポケモンの捕獲に関してなんですけれども、野生のポケモンにエンカウントして、1回目のスローで、スムーズに捕まえた場合、約30秒です。で、ポケモンが1レベル上がるのに2秒ぐらい、進化するのに27秒なので、1レベル上げて進化したっていうのも約30秒ぐらいかかっているので、ポケモン1匹捕獲するのの差が30秒という形で考えておくといいかなと思います。で、今、コイキングなんですけれども、建物の中に入って、買って出てくるまでが、だいたい今25秒ぐらいなんで、こういうふうにもらうポケモンはやっぱちょっと早いんですよね、タイム的には。っていうのを、もう、こう、チャートの中で、こう、どのポケモンを捕まえていくかみたいなのは、3人ですね。それぞれちゃんとこう考えて、チャートを組んでいると。
それで今、皆さん入ってポケモンの並び替えしてますが、これは後のあのロケット弾戦を想定して、バタフリーが、ダブルバトル出てくるように並び替えています。ちなみにここ、ワンコントローラーだと、パラスとピッピを狙って進むんですけど、ツーコントローラーの場合、経験値が2人で多くなっている分で、15レベルまで狙えるということで、ちょっと捕獲する内容が変わっています。基本的にはパラスと石つぶてと、ズバトルでしたっけ？パラスとピッピと石つぶてですね。あ、してる、ピッピでしたね。3種類を捕まえて、花出しに到着したときに、レベルが15になるのを次の目標に進めていきます。ここでただ一人。そうですね、常盤の森でレベル10になったプラス、石つぶって、ピッピ、パラスをそれぞれ、ワンスローエクセレントで捕まえたときに、大体その経験値に達することができます。だからサイズ違いとか出てくると、それでさらに経験値が増えるので、がより多くの経験値が入って美味しいと。ワンコントローラーだとね、どうしてもここ、まあ、たまにラッキーが出てくるんですけども、ラッキーとか狙わない限りは15レベルまで到達しないので。ラッキー来た！取るしかねえ。俺はちょっと取るしかねえ、ラッキー。イーブイの火力がなさすぎる。無理やりにも上げていかないと、これはもう無理やりにもレベル上げないとダメだ。これは間違えた。ちなみにお月見山の、進むルートもですね、ワンコントローラーとツーコントローラーちょっと違いまして、ワンコントローラーは、ボールが、毎回投げることで2個消費されるということで、お金的にきつくなる面もあるので、金の玉と、月の石を取りに行きます。で、ワンコントローラーの場合は、手前の先ほどの武蔵の所のはしごを降りて、不思議な飴と月の石を取りに行きます。まあ、これは、後のライバル戦のレベルを見据えて、というところの差です。ね、さあ、皆さん順調にポケモンが進化して、捕獲数を重ねていってますね。さあ、ラッキー取るしかねえとは言ったものの、捕獲率は悪いです。なので、スムーズに捕まえられるかどうかは、運次第。出てきてもラッキーですけど、まあ、捕まえられるのはさらに運が必要というところでね、だいぶきついと思いますよ、これ。あ、ピッピも出た、ナイス。対戦よろしく。お、ワンコントローラーだとラッキー捕まえるのほんと大変なんですけどね。さあ、ここでゴールを引いて、経験値これいくつですかね。1591。後ろのポケモンがレベル上がっちゃうのはやっぱちょっとロスではあるんですけど、まあただちょっと今回 A の低さを考えるとね、まあ背に腹は変えられないと。これラッキーも捕まえたんで、赤坂さんと糸高さんが捕獲数ほぼ同じぐらいですかね。僕はガベルでキッケも出てたんで。そうですね、ハッシュライさんが手前でアーボ捕まえてないんで、まあ1匹少ないって感じですかね、今は。ただハッシュライさんも画面上に何やらラッキーが映っている。あ、ラッキー取りに行く、ハッシュライさん。やっぱりラッキーは基本的には出てくる確率が低いので、その50匹捕獲しなければならないというやつの中に含まれてないんですね、我々のその捕獲する予定の中には。さあ、そうこうしてるうちに2度目のサンドが赤坂さんの方に
っていうのもあるので、ラッキーを捕まえたことによって後半ですね、ポケモンを捕まえる匹数を、まあ、1匹減らすことができるというふうに、ね、まあ、考えることもできるんですが、まあ、今柱屋さんやっている通り、やっぱ捕獲できる可能性っていうのはちょっと下がってるので、やっぱりこうスムーズに捕まえられないとこう単純にロスの方が大きくなってしまうと、そういった可能性もまああり得るわけですね。そうですね。オーラッキー捕まえた。はい、すぐ切れた。795入りましたね。ハッシュルライさんは。あ、何やってんの？それもちょっとした倍率でラッキーなんかはかなり経験値変わってきますね。そうですね、元経験値がやっぱり大きいので倍率がちょびっと変わるだけで本当大きく変わります。さあ3度目の3度はハッシュルライスさんに渡ってしまいましたね。何？3度目の3度ということで、ね、ハッシュルライスさんの3度が本物です。他に出てくる3度は全部偽物なので皆さんお気をつけください。でこれで赤坂さんだけラッキー捕まえてないんで、サンドが大放出ですね。これでも捕獲状況はもうほぼイーブンですかね。よし、オッケーオッケー。レベル高いのマジで言うの、ま、全然違う。あそこ引けなかったらいろんなとこ多分下ってましたね。いやー、そうそうそう、他のところは多分一発で倒せるべきところが倒せなくなってるから、このラッキーは本当にでかい。ラッキー来なかったらひたすら遅れる一方なの。ただでさえ、そうですね、無駄な捕獲もしないですし、無駄なトレーナーに当たる要素もほぼ皆無なので、もう単純に火力が下がるともうラッキーを願うしかないっていうのが遅れる一方です。まあただラッキーも、ラッキー基本的にどこでも出る、まあ、ほとんどの場所で出るんですけど、おほっと柱屋さん2匹目のラッキーが画面に見えていく。さすがに2匹目ないさすがに取らないですね。まあ、ただこのタイミングでラッキーを捕まえないと経験値的に当たるとそこまで美味しくはならないっていうところで、お月見山ラッキーがまあ捕まえるとしたらベストかなっていうところであります。あとは足元テロが来ないことに。ノースリープワンパンいいっすね。あぶねえ。で赤坂さんがそろそろ2番目に移したバタフリーをね活躍してくれるんじゃないですかね。おーと、ハッシュライさん、ピクチーに当たっていく。ハッシュライさんのエンカウントがすごい。さすがに。さすがに捕まえないですね。さすがに捕まえるのは。進化後のポケモンなかなかに捕獲率低いんで、基本的にはもう狙わないです。あとの2人の性格は何なんだろうな。気になりますね。まあ、特に火力に問題はないので、まあ、少なくとも攻撃は補正か、まあ、無補正かどっちかだと思いますけど。あ、失礼しました。ピカチュウ版は、あ、さっき、あれですね、EV 版と違うんで、スピアですね。EV 版だと、2匹目をバタフリにすると綺麗に左にいるドガースが落とせるの、2ターンで落とせるので、順番を入れ替えてます。頼むよ、倒してくれよ。走る時の当たり補正は、まあ、無補正か、B が下がって A が上がるところは、まあ、まあいい方なんですかね。やんちゃが一番欲しいですね。そうですね、 EV 版としてはやんちゃが一番欲しくて、その次に欲しいのは無補正かなって。うっかり屋もまあまあ強いですけど、まあ、最強やんちゃですね。
物理は、もう今ご覧の通りガンガン使っていきますし、特殊もこの後、もうメイン火力となって使っていく場面も多々増えるので、どちらもこれが下がると厳しいところで、 S が下がると大事な場面で上を取られてやりたいことができずに負けるというパターンが増えるので、まあ基本的にはその3つが下がらない補正がいいです。ただ、特防も下がると後々ロケット打線がだいぶ辛くなる場面とか増えてくるので、なんで、まあ、B が下がって A が上がるやんちゃが、まあ、割と当たりな性格になりますね。で、うわぁ、毒浴びたー。うわぁ、運が悪いですね、今日はいろいろと。悪いなぁ。ラッキーを引いているので、ハッシュルアイさんもちょっと、いつもと編成が違いますね。さあ、赤坂さんがここで、ピカブイの、目玉の一つのいる相棒技を覚えに行ってますね。ピカチュウ版と EV 版、相棒技という専用の技がそれぞれ設定されてまして、ピカチュウと EV 全く違う技を覚えます。で、今ピカチュウ覚えたバチバチアクセルという技は、先制技で、威力50で、の物理で、絶対急所に当たります。何それずるい強すぎるずるいずるい何それ先制技で急所に当たって、強すぎるまあ、なかなかね、普段そうですね、ポケモンではお目にかかれないような、ぶっ飛んだ技が各種用意されてます。おっと、お互いアーブ。強いぞ。EV 版の2人もアーブ引きましたね。アーブうまいですね。ハスライさんもアーブ引いてますね。進行度的には赤坂さんが早いですが、捕獲状況的には EV 版の2人がリードしている状況になりましたね、これで。まあ、ただまだここから。まあ、ここからまだまだ巻き返す場面が多いので、まあ、この段階でまあ1匹2匹なんか下がっても特に問題は、まあむしろ捕獲の運はね、もうこれから至るところで発揮されていくので。そうですね。さあ、赤坂さんが霞戦ですね。あ、生き生きバブル覚えたぞ。赤坂さんの方はもう、プラスパワーを使って先ほどのバチバチアクセルでガンガン攻めていく。で、EV 版ちょうど今相棒技覚えてますけど、ビリビリエレキ、メラメラバーン、生き生きバブルの3つありまして、なんとこの技それぞれ威力すべて90、ビリビリエレキと生き生きバブル威力90あって、メラメラバーン威力50で、電気が確定麻痺、炎が確定やけど、でバブルが与えたダメージから、2分の1でしたっけ2分の1ですね。で、HP 吸収で威力もさることながら、追加効果まで ぶっ飛んでるというで、EV1 は基本的にもこの技4つがメインでガンガン進んでいきます。ちょっと物足りないなぁ。で、ちょっと物足りないという方にもね、なんとあの、EV は、まあ、今までね、用意された進化先すべてのタイプの相棒技が用意されてまして、まあ、この後ね、ポケモンセンターでいろいろと覚えるかできるんで、まあ、そのタイミングでも説明していこうかなと思います。ということでね、ピカチュウより圧倒的にこの相棒技がですね、EV が強いんですね。いうのもありまして、ここから中盤の方は EV 版よりもピカチュウ版、間違えた、ピカチュウ版よりも EV 版の方が少し、有利に、まあ、進むことができると。そうですね、タイム的には、まあ両作品そんなに変わらないんですけども、まあ、走りやすさで言ったら、ピカチュウ版の方が、EV 版の方がいろいろと融通が効くっていうところありますね。そうですね。今、上で戦ってる、あの、赤坂さんが戦ってる謎の草とかも、これは実は、メラメラバーンとかで使うと一発で倒せたり、するので、まあ、非常にね、
ここら辺の戦闘は、EV 版の方が楽で、 EV 版の霞戦ですけれども、今覚えたこのバッチ、ビリビリエレキで、これを使っていきます。で、スペシャルアップを使って特攻を上げて、あとはビリビリエレキを3回打ち込んで終わりですね。コダックは一撃。次のスターミーは高攻はするんですけれども、確定麻痺っていう追加効果があるので、2ターン目は、こちらの方が先に、攻撃をすることができると、まあ、そういった流れになっております。やけどすね。結構。なんでー？おーっと。おー。なんでだい。まあ、A 加工を引いてるというよね、あくまでビリビリ力特殊技なんで、そうですね、ラッキーを勝った分が影響しましたね。まあ、ターンが早いのはいいんだけど、やけどなのダメでしょ。もう状態異常引きすぎでしょ。この後ね、随所で眠りだったり毒だったりかかるタイミングが用意されているので。あ、そうですね、ドーピングアイテムは昔は使うと 1個につき1段階からしか上昇しなかったんですけど、今は使うと2段階上昇します。そうですね、サンムーンから2段階上昇になって、その2段階上昇の状態をこのまま引き継いでいると。で、なんかそのなんか強すぎるんじゃないかって思う方もいるかもしれないんですけども、後ろの方になってくると、そのポケモンのですね、このゲーム努力値っていうものがなくてですね、覚醒値っていう、数値がそれぞれのステータスに割り振られるんですね。で、その覚醒値っていうのは純粋に攻撃力がプラスいくつみたいな感じで、ステータスが上がるんですけど、まあ、つまり、まあ、レベル100の状態でどんどん努力値が4ずつ振られていく、ステータスが1ずつ上がっていく。だからそんな感覚？倒せよ、OK。で、後ろの方になるとですね、全部の能力値に覚醒値が24入っていると言った具合になっていて、まあレベル50のポケモンでステータスが24上昇するっていうことは、ですよ、まあ4倍、さらに、24×4 のさらに2倍ですね。24×8 の努力値が振られていると言ってるのと同じことになるので、それが全部のステータスでね、6ステータス全部にそれが乗ってると。いったようなポケモンが後ろの方ではワンズが出てくるいうね、まあそういう、もう努力値510とかじゃないわけですよ。努力値換算するとなんか3000何歩ぐらいの努力値が入ってるポケモンが出てくるっていうような感じになってきて、ね、相当しんどいですね、実はこのまま戦おうとすると、まあ、なのでドーピング2段階上昇ぐらいで、まあちょうどいいかなっていうね、そんな感じで。そうですね、で結構普通に戦っていくとなかなか強いポケモンとかいるんで、多分通常プレイでもなんか途中途中苦戦した方も多いんじゃないですかね、このゲーム。さあ、ゴールデンボールブリッジが終わって赤坂さんはもう最後、あ、4度目のサンド解説忘れましたよ。いや、もうこの後でサンド全部偽物です。5度目のサンドの解説忘れました。ちょっとやっちゃいましたね、ちょっとこれは失敗。まあ、この後ね、まあ、6度目と7度目が。6度目と7度目はちゃんと拾っていきましょう。さあ、そろそろ。そろそろ？そろそろサンドが。あ、サンドが登場。何度目のサンドかもよくわかんない。まあ、サンドはね、もうこれで、出番はほぼないので。6度目のサンドだー。お、7度目のサンドだー。ちなみにこの後 岩山トンネルで無駄取りに変化するとワンチャンサンドパンが出てきます。で、赤坂さんですけど、この後の草むらでニャース、コンパン、コダックあたりが登場すると非常に嬉しいが、コダックが出ている。コダックが出ている、美味しいが、コダック無視した。が、いかないですね。足を止めてる場合ではない。まあ、そこで捕まえなくても、お金十分補填は効くので。そうですね。まあ、安定よりもタイムを取ったという形ですかね。
で、このゲームはですね、強制的に、まあ、仲間にですね、ポケモンが2匹以上、手持ちにポケモンが2匹以上いると、敵のポケモンを倒した経験値がですね、自動的に、仲間に割り振られるっていうシステムがありまして、手持ちが2匹以上いると、その仲間のポケモンの経験値を割り振ったっていうメッセージで、毎回毎回ポケモンごとに1秒ずつロスっていくと、そういうのがありますので、今、この、3ポケモンを倒す区間であるこのゴールデンボールブリッジはみんなピカチュウ短期、イーブイ短期1匹で進んでいるわけですね。で、今言ったニャースかコンパン捕まえると2匹になっちゃうんで、まあこの後今赤坂坂ちょうど倒したコイキングとクラブですけど、これがですね2匹、まあ、2回分、テキスト2回分、まあ、ちょっとロスするとそういったね細かい、話にはなりますけれども、ね、視聴者の数が4748、すごい。ありがとうございます。ちょうどね、まあ、月曜日でございますけれども、お盆のね、昼間の非常に見やすい時間帯を我々、いただきまして。そうですね。まあ、コミケがある中で非常にありがたい話です。コミケがある中。で、皆さんどういったところでご覧になっているんでしょうか。帰省してお家のリビングでゴロゴロしながら見ているのか、移動しながら見ているとか、コミケに、待機しながら見てるとか、待機しながら見てたら邪魔か。あー、チャット欄にちょっと悪いんですけど、ね、赤坂さんが1度目の緑のが出てますね。1度目の緑のが出てますね。ちょっと2度目の緑のは僕が取りたい。ちょっと1度目の緑の。さて、コンパン、ニャースあたりが出てると、コダックはいっか、後で取ればいいや。はい、進みます。コンパンとニャースは基本的にこの花田市周辺じゃないとほぼ取れないので、まあちょっと捕獲状況厳しいっていう時はこのタイミングで捕獲したしておかないと後々ちょっときつくなりますね。危ねっ、今日敵よけが危ない。でコダックはこのタイミングで捕まえなくても後でレベル39で捕まえられるので、そのタイミングで捕まえると口の上のところでも出るんで、あ、そうですね、これも出ますね。さあ、まあ、ゴールダックまで。1位は赤坂さんと。赤坂さんですね。なんで、コダックは、まあ、ゴールダックまで進化させて、捕獲数を稼ぐか、まあ、別に単純に別のタイミングで、まあ、捕獲をするかっていう、まあ、合計3通りですかね、あります。コダックはそうですね、いろいろこう、つぶしが効くっていう感じで。まあ、一番道路とかに鬼、ポッポだとか、コラッタとか出るんですけど、ポやコラッタはこの関東地方のいろんなところにいっぱいいるんで、どのタイミングで、そのポッポするのが一番ベストかっていうのは、それぞれ、チャートを考えてですねやってる方々がいたところ、さあ2度目のさ2度目の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 緑のが緑のたったー、喋ったー。あ、ちょっと赤坂さんのイベントをちょっと見てみましょう。なんか、あ、これ初代にはなかったイベントですね。ちょっと見てみましょう。あ、なんかライバルがいますね。ライバルがいて、なんかちょっと雰囲気がなんか、お、おっと、あ、なんか近づいてきましたよ。あ、しかも、なんか画面暗くなって、なんだ、ただ髪の毛についた元気の取ってくれるイベントか、な、一瞬怪しい雰囲気でしたけれども危なかったよね。この後も髪の毛についた元気のかけらを取ってくれるイベントだったんだ、うん、この後もこういった茶番がねガンガン挟まれていきますので、皆さんお付き合いいただければと思います。自分はねちょっとああいう風に、あー、ニャースがねこういうところで出るわけです。帰り道にニャースが出たか、あれあれですね、これ息の時に出て、まあ、飛んでるポケモンとかだったらね、ワンチャンなんか来てくれそうな場所とかもあったりしますけど、そういったタイミングで欲しくなることないんで。で、さあ赤坂さん、これ拾っ、ここ地下通路3ポイントアイテム拾うとこあるんですけど、一番最初と最後の2つは、拾えるアイテムがランダムになってます。そうですね、綺麗な羽、真珠、大きな真珠、金の玉の4種類から、ランダムで、まあ、換金アイテムなんですけど、綺麗な羽は500円でしか売れなくて、金としては非常に、まあ、
心もとないといった感じでございます。ワンコンで3度目の緑の3度目の緑のはちょっとすいませんすいませんちょっと目が足りませんね。私もいっぱい喋っておりますけど、私もねちょっと目が2個しかないんですよ。申し訳ない、目が2つしかなくて全部を見ながら喋るのちょっとできない。おガーディ取ってますね。これピカ版にしか出ません。そうですね、ガーディまたはロコン。あ、プリン出てる。いや、増やせじゃなくておかしいだろ。増やしてじゃない、増やしてじゃない。2つだ。第3の目を開眼しろじゃなくて。レアコイル説じゃなくて。さあ、いただく、いとこさんも地下通路の、ね。あ、僕もなんか、あ、髪の毛に引っかかってた元気のかけら取ってくれるイベントだったのか。画面が暗くなったから何かと思ったよ。まあ、ということでね、初代のリメイク作品なんですけども、こういったように、ライバルとのイベントがまあ随所で追加されています。でまあ、基本的に追加されたイベントではね、何かしらのアイテムをくれるので、そうですね、まあ、ニビシティの最初も傷薬5個とかね。そうですね。で、まあ、元気のかけらは1個1000円で売れるんで、まあ、お金足りないときとかにちょうどいい金策になりますね。大きな真珠4000円で売れるんで多い。いいですね。こうワンコンで羽2つとか引いたときはもう目も当てられなかったですけどね。さあ、ハッシュ、赤坂さんのここの、くちばしピンが。おお、脱げていく。これ難しいポイント。今作トレーナーの視界がなんかよくわからないことになっていて、まあだいぶ狭いんですよね。ただ線なんで線。ということで、あそこはちょうど、まあ、人 1.5 人分ぐらいですかね、幅的には。そうですね、それぐらい。それぐらいの隙間を抜けると、ああいうふうに、戦闘を回避できると。さあ、追う形で糸高さんも、敵避けポイントに来るが、まずはコロンで捕獲ですね。ロコンプリンコダックあたりがここ出てほしい。ケイシーなんかもここで出ると、もう捕獲できれば美味しいですかね。ケイシーもここで出ると、進化できて、非常に美味しいですね。まあ、ただケイシーは単純にちょっと捕まえるのが難しいってところ。OK。虫寄せコロンでロコンを捕獲。で、赤坂さんがサントアンヌ号ですね。プリンいねえかな。うん、マジで言ってる？さあ、ポケモンの出現状況が。それあ、その位置当たるんですね。ちなみにこれポケモン出してくるのが、ピカチュウ版だと。右側がマラツモミで左が人影ですね。そうですね。EV 版はどっちも弱点つけるんで楽なんですけど、まあ、ピカチュウ版はね、技的にもちょっと、まあ、ロスは大きくなるので。危ねっ、まあ、先ほども言ったように、相棒技を持っていると、割と EV 版の方は融通が効くと。で、貝の化石なんですけど、これ復元すると、クラブとか手に入る、クラブじゃない、カブトとか手に入るんですが、いかんせんですね、あそこが遠いんですね。復元場所が。復元場所が建物の中入って、歩いて、うんぬんかんぬんとかやらなきゃいけないんで、そうするとですね、オムナイト1匹捕まえるのに、なんか45秒とか、かかっちゃったりするんですよね。でそう考えると先ほど言った1匹捕まえるのに30秒、その平均値から大きく外れてしまうんで、まあ、遅い、なんかさもポケモン1匹もらったみたいな感覚になるんですけど、実はよくよく考えると遅い。なんでまあだったら足りない分のお金にしてあげた方が、お金に売れるじゃんみたいな。今まではね、その大切なものとかだったんで。そうですね、今回いくらでも、まあいくらでもって言ってあれですけど、手に入るんで、まあ道具扱いになりましたね。
で、赤坂さんがサントアンドゴのライバル戦ですね。ここは目標レベル、多分あのピカチュウ版も EVM も19なんですかね。まあ10、まあチャートがですね、昔はあの、アメ使ってた時は、まあ19レベルにすると非常に戦闘が楽になるっていうのがあって、なんかもうそれ言ってられなくなっちゃったんで、まあ19ないし、18から19かな。まあそうですね。17だとちょっとさすがにきついですね。そうなんですよね。さあ、そろそろ TT 検知のメリットがなくなってきた。そうですね、ここら辺からはもう敵も強くなってくるんで。で、赤坂さんが、秘術をもらいましたね。今回、秘伝マシンというものが全て廃止されてまして、居合斬りとかそういった、あ、失礼、秘術ですね。居合斬りとかそういった技が全てなくなっています。で、代わりに、今みたいな、けさ斬りといったような技が用意されています。で、この世界、なぜかそれを全て人間が使うらしいですね。これポケモンが使ってんじゃないの？いや、人間。だけど、だけど相棒が覚えたがって代わりに覚えてる。ああ、そういうこと。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 なんで、今までのね、怪力とかもこれ全部人間が本来はやります。さあ、赤坂さん、3ターンが終わって、この後、ジムの方に。そうですね、クチバジム。これ行かないですね。あれこれ3番目のジム忘れてません？これちょっとまずいですね。誰か指摘してあげたいんですけど、ちょっと声が届かないので。で、さらっと今またトレーナー受け成功しましたね。帰りは楽なんですよね。そうですね。目印があるんで。体の、タイルにね、沿っていけばいいんで。でさ、ポッポを捕まえてますね。これこのままもしかしたら、木を切れるようになったんで、これ岩山トンネルの方に向かってしまうんですかね、赤坂さんは。倒してくれよー。でさ、S 負けてんの？OK。ハッシュロライスさんも攻撃力が怖えよ。ここら辺からもう普通に負けが見えてきますね、攻撃足りないと。ピカチュウも突破したんで、まあ、これを3人とも無事ライバル突破ですね。まあ、進行状況的には、赤坂さんが一歩リードといったところで。さすが。さすが世界記録保持者ですね、ここは。現世界記録保持者なんで、赤坂。で、ハッシュドラインさんの方は、ですね、このゲーム、ワンプレイヤーのワンコントローラーとツーコントローラーで別のゲームとして扱っていて、でそれが今統合されてしまってワンプレイヤーツーコントローラーに一つになってしまってるんですけど、ハッシュライさんはワンプレイヤーワンコントローラー分割されてた時代にワンコントローラーでなんかとんでもびっくりな3時間6分とかいう記録を叩き出してですね、そこから誰もワンコントローラーをやらなくなってしまったっていう無理ですね、あれはもうめちゃくちゃな記録をね、叩き出し、方でございまして、もうそれはそれはもう未だに、2コントローラーで橋田大さん本人が2コントローラーで自分が昔出したワンコント記録を抜けていないという。そうですね、スピードランドトコム上は未だに当時の記録が上に載ってますね。まあ一つのカテゴリーを終わらせてしまった方がこれやばすぎと。でさ、赤坂さんちょっと EV 版の戦闘と違うところですね、ここ2匹使ってますね。臭いあれですね、臭い花がきついんで、まあ、EV 版は、メラメラバーンがある1匹で。ここだけ出ました。で今出てほしいんだよな。赤坂さんが2人操作してますが、これ、2人目置いてきぼりにすると離れすぎたと画面が止まって勝手に隣まで来ます。何回8度目でしたっけね。
一人でやってるとね、一人でやってるとここでちょうど3度目なんですけどね。そうなんですよね。プリン出んかったな、日の石が。何度じゃなくてね、何度目の3度だって理論上は痛恨の方がもう早い、圧倒的に早いです。経験値の入りも美味しいし、捕獲も安定しますし、もういいことしかないです。痛恨は圧倒的に早いんですけど、それでもハッシュドライさんのワンコンが早すぎるっていう。ちなみに僕痛恨で頑張ってやってても、ハッシュドライさんのワンコンにまだ勝てた記録1回もないんで、まあ、自己ベストで言うと自分が一番それ。おケシー、タクの巻欲しいよ。あるあるですね、帰りあの中に欲しいポケモンがいる。で皆さん木を切って岩山トンネルに向かっているというところで、もうちょっと伊藤さんが一歩遅れる形で、まあ、なかなか A の加工補正が効いてますね。まあ、あとはコダックをさっき、あ、そうですね、それもちょっとあります。構えたっていうのもありますね。で、今赤坂さんがちょうど入った岩山トンネルの上のところですけど、ここがですね、コラッタ、あとニドランゴ、ニドランメスの4種類はほぼ必須、あとクラブですね、を場所になっておりまして、ここで出てくるポケモンが後で出てこないんでね、スムーズに捕まるかどうかっていうのが、まあ、非常に、見どころの箇所で、タイムがブレやすいところの一つになってます、ね、そうですね。ここでどれだけ捕まえるかっていうところ、見切りをどのタイミングでつけるかで、まあ、だいぶ後のタイムに響いてくるんで。まあ、かといって、ここで捕まえなさすぎると、いろんなところで補填をしなきゃいけなくなって、結果的に遅く。まあ、ちょっとなかなか、そうですね、見極め難しいですね、ここは。あ、順調に出てますね。そうですね。4種類で順調にニドランを捨てましたね。ワンコンだと、ここ、自分はニドラン、2匹と鬼スズメ、ほぼ必須で、クラブなんか出ればいいなぐらいだったんですけど、ということで、そうですね、9度目の3度出てますね。まあ、いつも自分は基本的に2匹まで出て最後の1匹が出ないっていう。大体ね、悲しいことなんです。でも、ね、一つ技があって、虫寄せスプレーですね。虫よけスプレーを使った後に、そういもう一度虫寄せコロンを使うと、出たシンボルを一度全部消して、もう一度シンボルの抽選をすることができるというね、そういう技術があります。でここの草むら4匹までしか出てこないので、その4匹の中にお目当てのものが出なかったに、リセットをかけるといった立ち回りも、これ何度目でしたっけね、もうちょっと覚えてないです。10度目の3度10度目ですかね。でこれで最後、ピカチュウ版が野生で3出てくるのが3番道路と4番道路だけだったはずなんで、おそらくもう3度は出てこないです。で、ハッシュロライスさんも、あ、クラブも出てるな、ここに出てきましたね。おー、いいですね。こいつがね、とっとと捕まえないと左右に移動して煽ってくるってことでね、ナナに使って動きを止めましたね。皆さんなかなか捕獲が順調ですね。じゃあ一応3、こらったナイスこらったナイス、2度目です。おーい、それは普通の色、赤坂さんが見切りをつけて進みましたね。3画面分の捕獲数カウントしてるでしょ。さすがにぐちゃぐちゃになってきました。自分はね、自分でやってるんで、もしよかったら聞いてもらえれば。なんでー赤坂のさんの方でね、通路いっぱいのラプラスがどう考えても方向転換すらできないラプラス出てみます。ちなみにこの先にはね、無人発電所しかないんですけど、一体何の用があるんですかね。で、ここでロケットランのラッタ戦になりますが、なんとここで知らないうちにポケモンが回復してます。全回復してくれるんですよね。
素晴らしい。ここ大事な回復ポイントですね。で、ラッタが割と、ここの回復重要なんだよな。だいぶ PP カツカツになるんで、そうなんですよ。ここで回復するっていうのを前提に、ここまでで PP を使い切るようにチャートを組まれてる。他の相棒技はまだいいんですけど、頭突きが結構足りなくなりますね。そうですね。まあ、終始 EV を使っている側としては、頭突きの PP に悩まされながら。普通コントローラー、ピカチュウ版はピカチュウと、ピジョンで進んでいくんですね。で、ロケット団のイベントを見て、シンボルをリセットして、また赤坂さんが捕獲に戻りました。シンボルが一度これでリセットされるので、赤坂さん、イベントを見ることに。それを利用して、シンボルを一回消してまた戻ってくるっていう、そういう、立ち回りですね。立ち回りなんですけど、多分移動するよりも虫よけとコロンを使うっていうコンボの方が多分早いと思う。あ、ニドース出た。いいぞ、いいぞ、いいぞ、だいぶいいぞ、だいぶいいぞ。皆さん、ここ、捕獲調子いいですね。鬼スズメだけだ。頼むぞ、捕まってくれよ。ここスムーズにって、ちょっと追いつきたいところであるんですよ。ここ抜けたらワンチャンありますね。ハッシュロライスさんがロケット弾調整しに行く。あとは、低レベルのまま入ると、僕の EV 攻撃力が足りないんで。ワンチャン、岩山トンネルの中のガルーラとか、きついんじゃないですか。うん、きついかもしれない。よし。さあ、再び通路いっぱいのラプラスが。ハッシュロライスさんはこれ、ちょっと画面しっかり見てなかったんですけど、倒したら済むんですかね、このまま。いや、多分まだ、まだ捕獲しきってないとは思うんですけど。おっと、赤坂さんが抜けていく。さあ、赤坂さんが岩山トンネル入ってきましたね。ここでは、秘術に当たるものあった、フラッシュに当たるものがあったんですけど、ちょっと自分使わなすぎて名前忘れましたね。一応通路を照らして、通路を照らして進むことできるんですけど、まあなんかぼんやり見えてるんで基本的には使いません。で、出ましたね。最重要ポケモン、サイホーン。こいつ、最初に出るか出ないかで、だいぶタイムブレますね。ピカブイは後ろにポケモン連れて歩けるんですけど、一部のポケモンは連れて歩くと、上に乗って移動することができます。輝きだって。あ、輝きか。で、サイホーンはこの段階だとね、捕獲して乗れる中でも、まあ、かなり早いぶりで、まあ、そうですね、曰くなんかにも乗れるんですけど、まあ、曰くはめちゃくちゃ遅いんで、ここから基本的にサイホーンに乗って進んでいきますね。最初のサイホーンというところね、チャット欄から。で、皆さん、岩山トンネルで入っていきましたね。いや、なかなか挽回が厳しそうな展開ですね、これは。いやー、結構こう、ガンガン捕獲していくのが、岩山トンネルあたりまでっていうことで。捕獲差はかなりここら辺生まれやすいんですけど。そうですね。岩山トンネル抜けたあたりはからは、捕獲の、まあ、あるっちゃありますけど、そんなにサース強な捕獲じゃないですね。そうですね。やっぱりもうシンボルがまず出るのか、シンボルが出るか、シンボルがスムーズに入るか。ここにね、すごく大きく左右されるんで。まあ、ただ、最後の最後のね、50匹いってるかどうかっていうところでまた、もしかしたらそこで巻き返しがあるかもしれないんで。鬼すぎる、ナイス。お、素晴らしすぎる。まあ、ちょっと待ったけど。さあ、ハッシュライさんが石筆にモテ合わせられている。
OK! ーこれで糸高さんも岩山トンネルですか、ね、岩山入ります。でさあ皆さんこれで岩山トンネルということですが、ちょっと赤坂さんがね早々に裁縫を手に入れているということで、これさあ広がっちゃいますね。そうですね、ハッシュラリーさんまだ手に入れてないんで。このゲーム相棒進化できますかっていう質問ですが、ピカブイは意思を受け付けません。その代わり、それぞれ相棒技をもらってます。いいっすね。ハッシュルアイさんがまだ最後手に入れてないんで、これワンチャン巻き返しが。カラカラも出ましたね。ここで捕まえたいのは、ズバッとサイフォーン、ゴトーンですね。まあ、石粒で捕まえてる場合は、ゴトーンを捕まえる。で、あとは、ワン力カラカラあたりは出たら嬉しいなっていうぐらいで、だいぶワンコントローラーと捕獲の内容が、そうなんです。もうここら辺違いますね。サイフォーン、ワンコントローラーだと石粒ってここで捕まえてって形だと思うんですけど、石粒とゴローンをバラす。一番の大きな違いはそこですね。基本的にワンコントローラーも1レベル上げて進化を狙うっていうパターンばっかになるんで。で、イワークはマジで捕まらないんで、多分誰も捕まえに行かないと思う。シンボルは出るんですけど。捕まえたくないくせに、防ぐようにこいつが出てくるんで。それでかくて邪魔って。まあ、いやらしいですね。イワークガジャーマーって感じですね。かまって。オッケー。ハッシュルライスさんは、はしご降りたところで、そうですね、なかなか戻ってますね。お目当てのシンボルが出ない。お、サイフォン出た。まあ、スモールのサイフォンということで、多分経験値も結構美味しいんじゃないですかね、これは。なんだかんだで、場所としては皆さん、うわ、人影出た、どうしよう。人影は、あ、人影どうしよう。赤坂さんが月の石を、使ってミドキングに進化させてますね。あー、どうしよう、人影。御三家は基本的に全て野生で出るんですけど、不思議な姉だけ、まぁ、あ、ちょっと捕獲率低くて、ゼニガメと人影はまず捕まりません。捕まえたらアドバンテージでかいんですよね。そうですね。ここで捕まえたら1レベル上げれば進化もしますからね。1、2、3、4、5、6、7。どうしよっかな。ただ、前走ってる2人が捕獲順調ですからね。攻めるか。挑戦します。赤坂さんが、ガルーラに挑んでますね。このガルーラ結構強いので、しっかりドーピングして戦うんですが、まあ、ピカ版は、まあ、そんなに苦戦するようなところもないですね。EV 版、ここ、S 加工を引いてると、噛みつく一生食らってひるんで動けないみたいな状況になったりするんですけど。さあ。頼む、頼む。あ、俺じゃあ、よし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 6秒ぐらいさ。さすがに捕まえてんのは糸高さん今一人だけですからね、人がいれば。2コントローラーやはり安定取ってこうガルラ2人で行くんですね。ゴルバッチャン。赤坂さんが一歩リードという状況で進んでますが、ハッシュルライスさんと糸高さんは割と今も接戦といった状況ですね。さあ、ハッシュルライスさんがガルーラを突破していく。あ、なんか2人出ちゃった。やべえ、間違えた。
え、これマジでミス。戦闘は一人で挑んだ状態で相方を出すことはできますけど、二人で始まってしまうと、消すことできません。まあ、そのレベルも高いんで基本的にはもう一匹でここは十分ですね。猫だましがイーブ来なくてよかったですね今。うん、本当。基本的には、猫だましでひるんでる間にプラスパワーを積んで、突きを打って突破するっていうパターンになります。さあ赤坂さんがガンガン進んでますね。まあ、ただ捕獲的には、3人とももうほとんど終わっているんで、まあ、無駄にエンカウントでもしない限りはここのワンリギーがちょっといやらしいんですよね。空手ショップってくるんですけど、空手ショップって急所に当たりやすいんで、ちょっと甘えると一気に持ってかれるんですよ。オッケーオッケー、いいよ全然。山男も可愛いぞってことでね。なんでしょうね、この山男の熱い人気は。山男人気ですね。さあ赤坂さんがニャースと戦っているということで、これはもう岩山トンネル終わりそうですね。EV1 は先ほどの生き生きバブルで体力が回復できるんで結構体力余裕あるんですけど、まあ、ピカチュウ版は回復手段が道具しかないので、まあ、割と削られた状態になります。 OK、よし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 。そうですね、他の2人はちょっと声は出せないという話になっておりまして、ね、さあ赤坂さんが山本に抜けましたね。ここからシオンタウン、あのシオンタワーに行くんですが、ここ、なんとイベントがちょっと追加されてます。相棒技的には EV の方が、まあ早いかも強いんですが、タイム的にはそんなに差がなくて、ちなみに今この3人の中で一番早いタイム持っているのは、今ピカチュウ版やってる赤坂さんです。今ちなみに状況的にも赤坂さん、一歩リードします。で、さあ、シオンタワーのライバル戦。よくここでね、走ってる人なんかは、ラッタがいないなんてお話をされますけどね、残念ながら今回ライブの気持ちラッタいないので、さあ赤坂さん、ここからメインがニドキングに変わってくるんですかね。ああ、そういうのです。そうですね、ピカチュウ版はここからニドキングも併用しながらといった感じで、この後ですね、ピカ版の方はですね、さらにあれが出るかどうかっていうのが重要で、ケーシーですね。そうですね、この後ユンギラーを使う場面があるので、EV 版だとね、別に、まあ、2人で戦闘してないときついような場面っていうのは特にないので、まあ、捕獲状況はそこまで問題にならないんですけど、ピカチュウ版結構タイムに影響していきますね。あれってことね。
はい、ピカチュウは、メイン火力が電気技なんで、まあ、技範囲的にはどうしてもきついところが出てきます。あとはライバルがね、サンダースに進化しちゃうんで、ピカチュウだと。そうですね。まあ、どうしようもないってところですね。感じなんですけど、サポートトレーナーとうまく協力することで、まあ、スムーズに勝てると。あぶね、あぶん、邪魔だよ。さあ、ハッシュロライスさんもシオンタワーのライバル戦ですね。なんでこんな一気にドワッと湧くのか。か。もう捕まえるか。ワンリキ捕まえるか。邪魔にも程があるんだ。さあ、だいぶ。まあ、捕獲状況的には若干、糸高さんの方が有利だと思いますが、進行状況的にはだいぶ今、遅れを取った形になっていますね。あ、OK、OK、OK、ワンスローで捕まるならいいや。虫よけスプレー使うべきだったかな。まあ、理論上はまあ EV 版の方がおそらく早いんですが、今の現状のタイムとしては赤坂さんが単純に早いと。捕獲が完全に、捕獲というか、まあ、ポップするシンボルが完全に運によるところも大きいので、まあ、なかなか、自分の想定したチャート通りに走ることは難しいということで。でさ、赤坂さんが、ここが、ピッピなんですけど、こいつがまたいやらしくて、指を振ってきます。なんか事故れ、なんか怒れ、なんか怒れ。さあ、ここで、ここで何かが起こると。いや、ポイズンジャブで一撃じゃないですか、毒づきで一撃。EV 版の違いですね。何も起こらなかったですね。チャートの違い。EV 版だと、ここ、頭突きを打つんで、ひるまなかったりすると、指を振るされて、下手すると、地割れなんかが飛んでくると。レベルが足りてないと、やられると。まあ、基本的にはね、そうそう。事故なんですけど、まあ何回も何回も走ると、まあ何か起こることがあると。で、ここで炎ね、しちゃってますね。おそらくこれで、ウィンディをガーディーに。で、ウィンディ速いんですよね、移動速度が。そうですね。ピカチュウ版と EV 版との違いで、EV 版代わりにロコンが出てるんですけど、9個乗れないんで。まあそういったやつ、まあそこでちょっとしたまた差がね。ウィンディをガーディじゃないですね。ガーディをウィンディにしてからですね。そうですね。一応、EV 版もくちばしティでペルシアンを見せると、ウィンディもらうことができるんですけど、まあ、わざわざ、ニャースをレベル上げてペルシアンにして話しかけてもらうという一連の流れはかなり時間がかかってしまうので、EV 版は基本的にここは再本で進んでいきます。あ、ニャース5匹でしたっけ？ちょっと条件覚えてなかったですね、もう。さあ、ハッシュロライさんが指を振るピッピ戦。ここひるんでくれると特に何も起こらず終わるんですけど。おー、今ちょっと自分隠れてみないですけど、なんとかパンチが出てましたね。あの、ライチュー倒してー。雷中倒してくれー、攻撃されてくれー。危なげなく、上2人が指を振るまでピッてまで突破しました。オッケー。おお、糸高さんもシオンとは抜けて、で赤坂さんがこれはケイシー狙ってますね。あ、ピューピューパンチ。そうですね、ここで糸岡さんだけ何か指を振るが起きたらもう完全に芸人枠としてね。いや、ひどいなこれ。何か起きたらやばいな。枠が隠れちゃいますけど。それ控えめ固定にしてユンゲラー取ると、ケーシー取ると、まあ、非常に強い
そうですね。ケイシーなんですけど、その横からとか、あとは後ろから触りに行かないと消えちゃうんですよね。まあ、なかなかケイシーだけ独特ですよね、そこは。そうなんですよね。さあ、ケイシー出ましたね。で、こいつもふわふわしてて、ちょっと捕まえるのが厄介だったりしますが、7の見つかれば、まあそんなに苦労はしなくてもいけちゃうよ。うまいなぁ。ただこれ地味にこの左右の真ん中に投げるっていうのは難しいんですよね。そうですね。やってる方とかは分かると思うんですけど、なかなか自分の狙った方向に左右投げ分けできなくて。さあ、そういうことやってると橋田さんがもう赤坂さんに追いつきそうですね。そうですね、一回手捕まんなかったんでハイパーボールに切り替えました。さあ、捕獲を手間取っている間にハッシュロライスさんが地下通路抜けましたね。もうほぼ進行状況的に追いつきましたね、これ。頭突きを使う区間もそろそろ終わりに近づいてきて。そうですね。頑張れ頑張れって感じ。なんとか倒せてくれって感じ。れれば A 加工補正に苦しめられることもないですね。もうさあ、ハッシュルライスさんも捕獲狙ってますね。ただ赤坂さんはここで、炎の石を使っている進化入ってるんで、まだ進行的動的にはそこまで変わってないです。さあ、糸田さん、ついに指を振るピッピのポイントが。ピッピ頼むぞー。ピッピー。赤坂さんは先ほどとは不思議な飴で、ユンギラしか。ヒルミーベイベー。なんだ、踏みつけ。よいなんだよ。おお。ということで、ね、お三方も特に奇跡は起こらず。悲劇は起こらず。基本的にはね、最初の頭突きでひるむ可能性もあるんで、そんなに事故らないですね。さあ、赤坂さんがここからウィンギー乗っているんですね。ハッシュライスさんが捕獲が思うようにいかず、延々とシンボリセットしまう。これ何？ケイシーか。ここで狙うとしたらケイシー、ロコン、プリンぐらいだと思うんですけどね。まあ、ロコン、プリン取ってたんで、ケイシー。そうですね、ケイシー、ね、そこまで狙うポケモンかって言われたら、自分、まあ、普通にいつも捕まえないで済んじゃいますけど。そこも2人で行くんか。あ、てかもうあれか、ダブルエースで、一ターンでどんどん倒していくんか。みたいですね、なるほどな。先はピカチュウ版は、あ、申し訳ないですけど、見たことすらないんで、完全に。もう初見さんの気持ちで見てますね。さあ、ドバドバオーラ覚えます。特殊技、光の壁を張れるっていう技ですね。ちなみにもう一つ、光の壁張れるっていう、もう一つある。名前は出てこないですけど、ワルワルゾーンか。ワルワルゾーンの方は悪タイプの物理技、威力90で、こっちはリフレクターですね。で、1万円払ってここでこの音号に出てくるポケモン性格を控えめに固定する。ちなみにこれ気をつけなきゃいけないのが、日付が変わると効果が。そうなんですよね。だからスイッチの日付をちゃんと確認した上でやらないと。気をつけてください。24時間じゃないですかね、これ。24時またげなければいい。23時なんかに始めると、効果が切れて、気づいたら性格が合ってないという、珍事件が起きるので。さあ、ハッシュロライスさんも、ケイシーはあそこで捕まえたかったみたいですね。捕まえて今、性格固定と、相棒技を。ということで、だいぶ捕獲に時間かかったのか、イトラガさんと、ハシュライさん逆転しましたね。おい、ヒルミンデンじゃないよ。てか、臆病のくせにさ、敵のポケモン抜けないんですけど。なかなかに早いですね、こいつら。これ。同速かい。
あ、動けない。さあ、ひるませられているうちにハッシュライスさんも、ゲームコーナーのロケット弾戦ですね。あ、待て。待て。これ岩山トンネルでコロン使い忘れたかんね。やばい。レベルが？ズバッとレベル上がるか。ズバッと進化する。ズバッと進化するレベルになってる。ここコロンを使っていると、ゲームコーナーのトレーナーたち倒せば、まあ大体、ぴったりとまではいかないですけど、まあ、ちょい多いぐらい、激しく入るんで、1レベル上がる分の。リザードンライド知らなかったやりますけど、リザードンは、殿堂入りするまで確か乗れなかったと思います。あれ、空飛ぶポケモンって普通に乗れてクリアすると大空行けんでしたっけ。そうですね。なんで最初はバサバサは行けないんで、飛べはしない。あ、乗れはするんですよ、失礼。まだ、あ、そうですね、乗れますね。ただまあ、ガタイだいぶでかいんで、多分道進むの大変ですね。角とか行くと、このゲーム、ライドしてるポケモン消えるんですよ、勝手に。で、ある程度の広さがないと、もう一回出てきてくれないんで、まあ、その分移動が単純に遅くなると。さあ、ここでユンゲラーが、赤坂の方活躍しますね。これね、なぜかね、ロケットランが、屋根の上にモンスターボールを投げてしまいましたが。なんとここで、まあ、なかなか珍しいんじゃないですかね、こういうポケモンの作品の中では。ここからピカチュウを刺されてきます。ドラクエ8で見たってなんですけどね。ネズミはネズミでもね。電気ネズミなんで、こちらは。いいか。向こうのなんかおじいちゃんになるようなネズミと一緒にしないでもらいたいですね。おじいちゃんになるネズミね。おじいちゃんになるネズミね。なんとか大丈夫そうだな。いや、臆病で素早さが上がっているはずなんですけど、素早さが上がっていて得したところは一箇所もありませんでした。そうなんですよね、このゲーム S 攻撃が下がっていて被害を受けたところはいっぱいありました。 EV S 上昇入ってもご報告いたしたいと思います。いいとこないんですよね、これ。ビリリザマとか上取れるのかなと思うけど、早すぎて上取れないんですよね、これ。敵のラッタの素早さが早すぎる。ピカチュウはね、だいぶ速くなってるんで、まあ、もしかしたらエース上昇したらいいところあるかもしんね。なんと、レッツゴールして、ピカチュウは、エンガーとかラティオスより速いっていう。エースがなんと、120族。相棒ピカチュウ、速い。月光よりちょっと遅いぐらいですね、最近でいう。そうですね。で、EV1。先ほどピカチュウ版はユンゲラ、使ってましたけど、ドバダボーラがあるんで、ドバダボーラで飛ばしています。で、赤坂さんが、
またロケット戦、はい、の武蔵小次郎戦入りましたね。赤坂さんはウィンゲラーにスペシャルアップ使って、多分普通に殴っていくっていう戦法なんですけど、EV 版ちょっと違うんで、まあ見てもらえればと思います。あ、俺月の石持ってんのに使ってないよく考えたら。まあまあ、手持ち整理するタイミングで、そのタイミングで使うか。そうですね、まあ AC が上がるよりか A が上がった方がありがたいですね。まあで、まあ B が下がるかってところですね。それか無補正、そのどっちかが正確的にはいいです。まあ、一番やんちゃですね、どう考えてもね。そうですね。で D は結構ヘドロ爆弾とか低体攻撃あって、急所当たると、急所たちどくると、ほんともう目も当てられない状況になるんで、D はある程度確保しておきたいですね。斎藤隆さんが、あ、シートリー間違えてたけど。これで伊藤隆さんももう頭突きは打つことないですね。そうですね。あとは、まあ、ここからは、特殊技で。一発あるんですけど。さすがにステミタックルは足りると思うんで、まあまあまああそこはでも威力を狙うよりかは、ステミタックルってニコンだと普通に敵を倒すより打つんですかね。で一発だけ買います。1コンだとステミタックルは基本的にもう打つ必要がないんで、覚えるところまで達しないとかありますか。そうですね、まあ、ギリギリいくかなぐらいですね。ユンゲラー強っ。ダブルエースって素晴らしいですね、これ。言っとこ間違えた。2ターンで終わんのか、アポロ。そういうことか。だから早いのか。EV 版だと、基本的に、戦えるポケモンが EV しかいないんで、こういうところで多分差が出てくるんですね。なんで、まあ、中盤の、まあ、いろいろと EV の方が早いポイントを加味しても、まあ、そこまで差が出ないってことで。アポロはロケット団の幹部です。ライトタカさんが武蔵小次郎戦。基本的には、まあ、いわゆる、肉壁を用意してたチャートですね、EV1 は。赤坂さんはもうダブルエースでガンガン突っ切ってますね。二六院に何を覚えさせるんだっていうコメントありますけど、二六院は、捕獲する確保ですね。何もしないですね。単純に。はい、手持ちで石を使って、一匹稼げるんで、単純に美味しいってことで。ちょっとピカブイの榊様はね、多分ラグビー部に所属してなかったのか、ちょっと体が貧弱ですね。おっと、ちょっとハッシュライスの画面見てなかったんですけど、ユンゲラーとキューコンで戦ってますね。これちょっと自分見たことないですね、このパターン。自分は糸高さんと同じで EV にスペシャルアップを、使って、ピッピ倒してもらって、その後ドバダボーラで攻めていくっていう倒し方をする。あ、これ遅いっちゃ遅いんですよね。ポケモンを出さなきゃいけない、繰り出さなきゃいけないんで、ね、やっぱ耐えられるポケモンを置いといた方がいいんですけど、 EV に集中攻撃が来た時にもうどうしようもなくなってしまうんで、まあそうですね。まあ、ただそれをするためにはケイシーが必要っていうところで。なんでまあケイシーが早く出てくれれば、おそらくハシュライスさんの方のパターンが早いです。でまあね、まあこの段階でまあ見てもらえるとよくあると思うんですけども、チャートを走る上でも50匹を達成する上でもいろいろパターンがあるんで、まあ毎回走っててやっていることは、赤坂さんはもう榊突破して
この後は、あ空を飛ぶ覚えて。下田もね。待って。あと待って。あ、ちょっと待って。二人にするの忘れた。二人はまあ、二人にするの忘れた。戦闘後に振ってもらえればまあ出るんで、まあまあまあ。ロスにはなりますけどね。やべえ。ミスった。ガチミス、ガチでミスった。ハッシュライスさんがアポロ突破して佐賀県ですね。念のためレポート書いてますね、一応。まあ、増やしはしないということなんですが、まあ、一応、ワンコントローラーでもEV は普通に行くんで、まあ、一匹でも突破はできます。まあね、ワンコントローラーやってた時代ありますんで、そこ、ね、そうですね、その時のやり方ですね、これは。まあ、ただここ、そうですね、このタイミングで回復すると壁が切れて。アポロ戦結構いやらしいのが、このタイミング、ゴルバット出てくるタイミングで壁が切れると、特殊技飛んできた後が辛くなるっていうのと。いや、それは強いね。体力が低くなると電光石火が飛んでくるんで、ゴルバットが出てきたタイミングで回復するっていうパターンにしてあげないと、噛み合わなくて、なかなかの運ゲーが始まりますね。でさあ、赤さんがゴースの捕獲狙いに行きますね。ガラガライベントないのかってことですが、ガラガライベントは最後にちゃんと用意されてます。ハッシュライスさんの画面、サイホーン出てるよ。これ多分ペルシアンの切り裂く急所もらいましたかね。今進行状況的には糸高さんとハッシュライさんがかなり近いですね。オーケー、オーケー、物理技は全部使い切った。おそらくここでハッシュライさんと糸高さんまた進行状況、おそらく逆転しますかね、これは。さあ、さすがに辛いから、元気のかけらで今、蘇生しましたね。しっけい。もうほぼ今、進行状況、EV1 は一緒ですね。しかし赤坂さんが早い。赤坂さん早いですね。もうガラガライベント行きますね、これ。そうですね。もうあとイベント見るだけですね。よいしょ。さあ、感動のガラガライベントが始まるわけですが、涙の中になしには語れないぜ。そうですね。なんかでかいの出てきた。デスタムガー。お化け怖い。黒いデスタムガーが出た。デメントがなんかこうね、すごすぎて。そうですね。ちょっとコメントがみんなデメントに。自分昨日のデメント見てないもんで、最初の方しか、自分も最初の方しか見てなくて、なんかやってる時に花火の音が聞こえてます。そこは聞いてたんですけどね。デメルデメル言われてますね、さっき。ちなみになんと今回、一部イベントムービーがあるんですが、
ムービー全部設定で最初にスキップできるように設定してるんで、シルフスコープ使って、お化けの正体がお母さんだったっていう感動のイベントは全てスキップされます。おっと、ハッシュルアイさん先に玉虫ジム行きましたね。これほう、キューコン使ってる、倒すってことですか。フーディ、ユンゲラー使ってるんで、ユンゲラー使ってますね。それ突破するんですかね。タモンシジムの挑戦条件、可愛いポケモンなんですけど、ありとあらゆるポケモン何を選んでも、条件クリアできます。すごい、なんて緩い条件なんだ。何でも可愛い、何でも可愛い。でさらにこのジム、通路上にトレーナーいるんで、どう考えても見つかるんですけど、あの電車でギーバリにインを攻めると見つかりません。カーブをね、うまくドリフトしながら抜けていくと、優しい世界。あー、ゴース出たけど取りに行くか。さあ、赤坂さんがシオンタワーのロケット弾戦終わって、進行状況的にはお二人が今、進み方違うんで何とも言えないですけど、まあまだ赤坂さんの方がリードしてる状況ですかね。そうですね、赤坂さんが結構シオンタワーのイベント長いんで、玉虫ジム長いんですよね。結構毎回毎回キー切って歩いててありますからね。そう、距離が長い。さあ、ここで赤坂さんポケモンの笛を手に入れて、なぜか赤坂さんここで、ここまでエースとして戦ってたポケモン全部今手元に手、ボックスに預けちゃいましたね。あら、これは一旦もしかしたら捕獲したポケモンで経験していること優先したんですかね。これは、おっと、ハッシュルアイスさん、ユンゲラ倒れていく。そして手持ちにいるのはクラブとサイフォン。これはハッシュルアイスやっちまった感じ、ね、これはやったぞ。これキューコン、ユンゲラを使っていくのか。でも技的には、まあ、ユンゲラーなんですかね。キューコンは確かいい技がこのタイミングなかったのかな。さあ、クラブとサイフォンを壁にして今ユンゲラー回復させますね。赤坂さんはポケモンの笛を使ってタマムシシティのカビゴンを起こします。カビゴンを起こしていく。よー、進むぞー。さあ、ハッシュルアイスさんがいろいろと今、おっと、ユンゲラ眠ってしまった。思ったようにいけてなさそうですね。いけてないですね。これやられると、これまずいですよ、だいぶ。お金的にはそこまでもう問題はないんでいいんですが。あ、でも攻撃し始めたんで。ああ、いけそうですね、もう。さあ、カビゴン、戦闘始めましたが逃げましたね。レッツゴーピカチュア&イーブイ、ああいう固定シンボルは戦闘が1回入るんですけど、倒した後、捕獲に入ることができる仕様になってます。さあ、これ今あえて赤坂さんライドポケモン消したのは今ウエニアのトレーナーを受けるためです。ライドポケモン出したまま右から抜けようとすると見つかります。そうですね、まあ、ちょっとした怖さですね。さあ、ポケモンロードですね、つきまして、赤坂さんがここで欲しいのはドードーとポニータ。捕まえてビジョンにしてましたんで、そうですね、ポニータの2種類です。そして、糸高の方は黒いです、タミナと。糸高さんとハッシュルアイさんの進行状況はこれ読めないですね、どっちが先っていうのは。危ない、ぶつかりそうになった。ちなみに糸高さん今捕獲数は何匹ぐらいですかね。捕獲今36ですね。36、皆さん見てると他にそこまで差はないので、まあ差はないとか、まあ出るまで粘ってると
タイムが結構多かったので、まあ、そこまで差はないですね、今。ただ、ハッシュルライスさんが今、クラブが落ちてしまったので、キングラーに進化しないんですよね、これ。回復させてキングラーの進化がちょっと遠くなった感じですね、確かに。そうですね。経験値が入らないので。で、ハッシュライさん、玉虫ジム終わってからシオンタワー行きましたね。なるほど。多分皆さん基本的に玉虫ジムはある程度進んだ後に戻ってきて、玉虫ジムにもう一回、空を飛ぶしてそこから山吹きしていくっていうパターンだと思うんですけど、ちょっとそこ違いますね。ヘドバックが強い。さあ見た目的にはハッシュライスが糸高さんを追う形になってますが、進行状況的には、陣バッジを1個多く取っているので、ハッシュライスさんの方が糸高さんが一歩リード、まあ、ただそれよりさらに赤坂さんが今早いという状況になってます。でしかも急所かよ。いやらしいとこ出てきましたね、これ。やられたー。 OK。 まあまあ戦闘は時間はかかりますけどね。そうですね、まあ、ポケモン出さなきゃいけないからね。そうですね、そのロスがちょっと痛いですね、この状況だと。だいぶさあ、赤坂さんは岩山トンネルまでに捕まえたポケモン、順調に進化は進んで、通行にしたことによって、捕獲による経験値が多くなるので、クラブを、キングラーにするとか、腕力をか、あとはカラカラをガラガラにするっていうのをチャートに組み込むことができるようになったのが、実はワンコンから通行へなった時の大きな違い で、ね、でポケモンの捕獲のその組み合わせっていうのがそれによって変わってくるんで、結構ワンコンだとここ、まあ進化の同意ポケモン2匹を入れてギリギリここら辺で進化するかしないかぐらいなんで、そうなんですよね、倍率によってはだいぶきついですね。赤坂さん日本語世界ペースあんの、さすがにそれはないんじゃないですかね、あんだけ軽視粘ってたんで。そうですね、なんだかんだ、お三方捕獲粘ってるんで、まあ、特別早いかって言われたらまあ普通ぐらいですかね。僕そんなに捕獲あれ苦戦したつもりじゃないんだけど遅い。そうですね、悲しい、まあ、これはもう実力としか言えない、この差は。おっと、赤坂さんがここで、あ、EV 版ですね、これ。これピカチュウを手持ちに戻して EV になったね。そうですね。ここ皆さんレッツゴー EV で3タイトル並走になりましたね。で僕もレッツゴーピカチュウ、僕もピカチュウ取ったし、ハシライスさんのピカチュウ取ったから、レッツゴー EV、レッツゴーピカチュウですね。ファミコンが色違いじゃない。一回も自分見たことないですけど、これ。世界記録取った時は、ファミコンがその時は色違いでした。ワンコンカテゴリーは、ハッシュライスさんが終わらせました。2時間でグレン到着してるぐらいが正解。ちょっと今自分タイムつけてないんで。グレン、ジム。グレン4じゃなくて、グレンジム到着ぐらいが。それぐらい。今タイムつけてないんで、ちょっと、タイムの感覚自分にもないんですけど。なんだっけ、あ、これも。ハッシュルライスさん、ユンゲラーとキューコンっていう、まああまり見ない編成で進んでますけど、順調にシオンタワー終わりますね。で、さあ、赤坂さんが、ポケモンローの捕獲、順調に終わって、お、やっぱね、イーブを手持ちに入れますね、赤坂さん。
ギャロップに乗ってね、列をイーブイってことで。おっと、コラッタに接触事故を起こしていく。コラッタガジャーマー。さあ、ここ、結構トレーナーの配置がいやらしいんで、しっかり起きてますね。ハッシュロライスさんは、ハッシュライスさんもここから玉虫飛んだんで、ポケモンロードですね。さあ、糸高さん、ここポッポ捕まえたってことは、これはピジョットまでミス上で捕獲ですかね。ポッポ捕まえて、ここからピジョットまで。ポッポ基本的に3回タイミングが、捕まえるタイミングがあって、最初はまあ、進化狙えるのはちょっときついかなぐらいで、2番目、2回目は、1回だけ進化で、ポケモンドールで捕まえると、最終進化まで狙えるんで、まあ、ポケモンの捕獲状況によりますね。ワンコンとかだと最初の EV のレベル10に足りなくてポッポとかまあなんか捕まえてちょっと経験値入れてあげるようなこともありますけど、あと10匹赤色で、波取りに変わる水柱をね覚えたんで、おそらくここでマサラタウンに飛んでくんじゃないですかね。ハッシュライスさんはカビゴン終わったんでポケモンロードですね。このシステム、マスボ投げ損じることないんですかってことですけど、投げた瞬間に、エフェクトを、エフェクトが専用ムービーみたいな流れて、そのまま捕まります。そうですね、マスターボールは、偏僻な方向に投げても、シュイーンってこう、捕まるエフェクトが出て、自動で捕まります。さあ、赤坂さん、マサラタウンから水走り使って、おそらくここではメノクラゲと、サミを、あ、サミじゃ、ヒトレマンですね。ヒトレマンをおそらく捕まえるんじゃないですかね。で、水の石を取ったんで、おそらく人手間用に。なんかコメントでそろそろ相棒来るなんて言われるんですけど、いや、相棒はすでにも手持ちにいますけどね。おーっと、糸高さん、再びラッキー。いや、今日ラッキーよく出ますね。ゲーム始まって2時間でバッチまだ2個ですけど、大丈夫ですか？いや、ここからバッチをさらに6個取るのは非常になんかボリューミーなゲームですね。赤坂さんが人手マンを捕獲。ハシュライさん問題なくクラブキングラー進化しましたね。逃げんなどうぞ。さあ、赤坂さん捕獲が終わって、ポケモン屋敷突入ですね。早いなー、赤坂さん早いなー。早いっすね、ここだと多分もう動画ピカチュウ版だから動画じゃなくてベドベドンですね。ベドベダーですね、出てくるのは。ベドベダー捕まえて多分捕獲は終わりですかね。そうですね。よう、スムーズに入るなぁ。そうですね、結構こいつら捕まんないんですけどね。アストライさん、コラック出てますね。そうですね、ここで捕まえたんで足りてなかったら進化させるんですかね。そうですね、このタイミングで捕まえてるんで場合によっては進化も。ブーバーいたけど無視なのかなってところなんですけど、ブーバーは捕獲率が非常に、悪いので基本的には捕まえないです。まあ、ここまで来てどうしても50いかないって時は捕まえるしかないですけど、基本的には捕まえないです。さあ、ここ赤坂さんが
多分これ手持ちを開くのか、開いて、なんか人デマになぜか不思議な目を使い始めましたね。45レベルのハイドロポンプを覚えるらしいですね、人デマ。ハイドロポンプ強いで、ここで、まあ、ステータスを見るんですけど、まあ、特攻と、素早さが、まあ、90とか95とかあると、強いですね。で、性格は、タマムシシティで固定してるんで、控えめ、固定になるんですけど、なんだ、個体値ですね。ステータスは変わってくるんで、特攻と素早さが重要です。特に素早さは。ただね、194の123。特攻は相当低いですね。素早さは十分。特攻が120とか普通に出るんで、この段階で。で、ある程度この段階で特攻がないと、この後の戦闘結構乱数入ってくる。君に決めた、頼むぞー、頼むぞー。あ、ここも意外とマップが広いんで狙ったポケモンが出てこないという。で、赤坂さんが丸マイン戦ですね。ここ、丸マインひたすらスタミナ10万ボルト打ってくるんで、よし、頼むぞ、いい人出番でありますように。ギャロップで、スペシャルアップ積んでやってますね。ここ10万ボルト一撃では倒せないから、どっちに飛んでくるかランダムなんですかね。そう、ランダムですね、そいつ。基本的に一撃で倒せるポケモンがいた場合は優先してその技をそのポケモンに AI になってるんで。ワンコンだとね、ここ、EV で、ドバドバオーラ使ってあげたりとか、スペシャルガード使ってあげたりとか、まあ、なんかあの手この手で突破してあげないと、ね、ここ、普通にリセットポイントなんですよね、ここは。まあ、痛恨だと、一旦ね、倒せるんで、マルマインが。よし、捕獲ラストです。さあ、糸高さんも。進行状況的にはだいぶ、赤坂さんに近いですかね。見た目上は割と近いですね。実際どうなのかな。よしよしよし、いいぞ、捕獲いいぞ。さあ、赤坂さんをポッポ捕まえて、あとはまだぐだる箇所が1箇所はあるんで。そうですね、赤坂さんに8種類ですね。まあこの後戦闘がやっぱ敵強くなってくるんで、まあ外したりとか、急所引いたりとかで、まあ何かが起こるところはまだ十分にあると。ハシュライさん、銀の釣りのみ取りましたね、ポケモンロトで。銀釣りですね。銀釣りは、この後の目のクラゲとか、人手マンとか捕まえるときに。そうですね、結構捕獲率がないときに。結構、まあ簡単じゃないんで、そうですね。優秀ですね。ああ、ハッシュライスさんが大型チリセキシクシティ入りましたが、ただハッシュライスさんもうすでにタマムシジムのバッジ1個取ってるんで、それがどう影響してくるかってことですね。さあ、糸高さんも。ああ ?81? おっと。81の 86? え、ちょっと待て。今日はいろいろと持ってますね。さあ、赤坂さんが EV ブースターに進化しました、ね。おーい、ずっと待ってくれー、待ってくれー、頼むー、ダメだー、このスタミーじゃ、このスタミーじゃなかなか追いつくのは厳しいか。結構赤ゲージで耐えられるってパターンが多く増えるんですよね、特攻が低いと。素早さだけなの。あー、114の114? うーん。
素早さはいいや。そうですね、素早さは、まあ、素早さは特攻がまあちょっと低いですね。特攻はまあちょっと、いやエース114あるから9コンは抜けるんで勝ってるので、ドーピングアイテムはありますが、まあ、基本的に EV が強かったらそのまま進められるんで、で、ちょっと足りないからってそこでドーピング使うことも基本的にないんで、ステータスが下手に低いと単純にロスですね。赤坂さんはグレンジム、ここ構成が変わってて、なぜか、クイズ番組みたいなね形で、クイズ番組であれですか、時間潰してるんですか、もしかして残念ながら、ね、もうサクサクカツラ戦ですね。まあ細かい技術はまあ置いとくか、敵のねトレーナーを歩かせずにね戦闘を行うっていう技術を、ね、今やったんですけど、まあ細かすぎるんで、まあ、いいでしょうと。さあこの後ですね、まあ、レッツゴー、イーブイ、レッツゴー、ピカチュウだったと思うんですけど、今まで。まあ、お察しの通り、レッツゴー、スターミーに変わります。そうですね。まあ、ここからではもう、さすがにイーブイ、ピカチュウ、きついと。2時間かけて、バッチをね、2個まで2個しか取ってなかったんですけど、ここから先ね、一気に、レッツゴー、スターミーということで、あ、大丈夫かこれ、EST が3時間30分設定ですけれども、間に合うんですかね。もうこの後まだバチ半分も取ってないですからね。単純に言うと2倍ぐらいありますからね。あぶねえ、ブーバー。まだ3つ、やっと赤坂さんが3つで、ハスルライスさん3つとか。いや、一体何時間かかるんですかね。ちょっともしかしてこれ申告間違えたんじゃないですか。まあ、純粋に4倍って考えると、まあ、8時間から9時間ぐらい。まあ、なかなか長編作品になっちゃいますね。いや、あらかしましたね。これは時間の申請間違えましたかね。そうですね、ちょっと申し訳ないですけど、途中でもしかして打ち切ってもらうですね、これは。可能性ありますよ。さあ、赤坂さんがグレンジムを突破。まあ、これでね、3つ目のバッチということで、赤坂さんも。いや、まさかね、クイズ間違えるやつ。RPA ソース間違える。ハシュラライさんの画面、コイキングが3匹ビチビチしてる。めっちゃビチビチしてる。初めて見た。さあ、ハシュラエさんのスターミーは今チラッと見ましたけど、特攻はそれなりにあるのか。22時に間に合えばね。さあ、ここでグレンジムを抜けるとライバルが絡んでくるんですが、なんとね、ここでの会話、まあ、ちょっと飛ばし気味なんで見えないかもしれないですけど、ライバルすでにもう順バッジ7つ持ってるんですね、このタイミングで。なんかライバル順バッジ7つ、こっちまだ3つ目ですけど、圧倒的大差でね、進めてるってことで、ね、まあ、多分もうこの後ってことはライバルに絡まることないと思うんですけど、さあ今ちょっと特攻が見えなかったがいくつだ。解放者 OK、 解放者うまい。もしかして今スターミーハッシュライさん111ってでしたかな。スライさん111ですか。いや特攻、特攻が111は苦しい、相当低い。121だったら逆にめちゃくちゃ楽。そうですね。あ、赤坂さん、これそこ電気タイプのジムって聞いたんですけど、スターミーで、でもちょっとこれミスってんじゃないですか。これ水タイプのポケモンは、あれ、ちょっと待って、え、あ、いいんだ、なんでもない、ごめんなさい、なんでもないです。ギャロップに抜かれてやばいと思ったけど、あ、なるほどね。ちなみに今回、クチバジムのスイッチはこれ固定です。真ん中の列の、一番上と真ん中が、ハスノライさん、これ、ね、赤坂さん、これタイプ相性ご存じないみたいですね。ちょっと誰かタイプ相性表を送ってあげた方がいいんじゃないですか、これ。
いや、スターミー、水タイプのポケモンで電気タイプに。これもしかしたら、サイコキネシスで突破しようとしてるのかもしれないですけど。不幸じゃないですか。コイルも出てきますからね、これ。うん。この間、マチスと一緒にカードになったコイルが。なんか、あ、ビリリ玉はまあそんな最直に何度か突破できたみたいですけど。あ、区間事故みたいな。お、おめでとうございます。ね、さあ、ネットでね、区間事故で喜んでる間もサクサクと口は自分がもう終わりを見せてるということで。スターミーが強い。このラインチューね、レベル26で非常に普通にいくと強いんですけど。普通に強いんですけどね、あの、まあスターミーネット打ってるだけで終わります。うん、さあ、糸高さんもね、グレンジム終わったところで、まあ、ライバルが7つジムバッジ持ってるところで。7つジム取ってる、あ、7つジムバッジ取ってるイベントがありました。まあ、基本的にはここから皆さん、口ばじみに。で、ハッシュライスさんが、マルマイン戦ですね、ポケモン試験。この丸前ね、シングルだった時はもうデスボールだったんです、うん、もう必ずレポート書きますからね、ここ。そうですね。急所当たってもダメだし。別の企画でピカブイの並走がやったことがあるんですけど、その時はワンコントローラーでやってたんで、それはそれはもうここの丸前はね、もう注目ところでしたね。そうですね。急所ダメだし、麻痺ダメだしってところで。うん、あれ、赤坂さんがまた、次はジム行くようですけど、あれ草タイプのジムって聞いてるんですけどね。あれ、ま、え、スナービーって確か水タイプだったと思うけど、草タイプじゃ吹けてんですね。もしや、最高相性ご存じない。ちなみにこの後、僕はあそこの丸前にね、そう。屋敷の丸前はね、デスボールとかやってましたけど、だってあれ特攻低すぎ問題発生してるかもしれないですね。ハッシュドライスさん。やっぱ低いっすよね、これ。あのベトベトンタイルって相当。ベトベトンタイルは相当まずい。自分何回か走って一回も耐えられた曲ないっすよ。俺も耐えられたことないですね。逆に初めて見ましたね。じゃあ、特攻111か。控えめじゃなくなってる説。コダック進化です。これでまた図鑑埋めてます。そうですね。性格控えめじゃないと特攻108とか普通にありますね。そうです。まあ、言うて僕も114とかしかないんで、人のことあんまり言えないんです。まあ誤差ですね、割と。こうは。で、しかも、チャンピオン戦までにスターミーある程度特攻がないと、海流が結構きつくなってくるんで。そうですね。ワンチャン吹雪取らなきゃいけなくなるんですよ、ね。そこまで得を低いってことはそうないと思いますけど、控えめですし。さあ、赤坂さんが、エリカ戦ですね。赤坂さん順調だな、ほんと。まあね、ここも。ご存じないとか言ってますけど。うん、おっとハッシュライスさん。初の無駄取れに当たっていく。カジバ泥棒のエイタ、うん、エイタ4体も持ってるよ、しかも当たったことないんで何持ってるか知らないっすね、ちょっとあ、しかもあのスターミー落ちてるんでスターミーのスタイキネが強い。おハッシュライさん、これ多分大幅にロスってるんで、多分糸高さん逆転しますね、これ進行度。そうですね、おそらくこの感じだとこれエリカ戦一戦分は多分取れますね。エリカ倒した、僕がエリカ倒した時にハッシュドライスさんがカツラを倒して、クチバジも行ってないとですね、倒してシルフカンパニーの方に向かって行かなきゃいけないの で、 で、ね、ここで合流ですね今なんで、ここでエリカを倒したのでハッシュドライスさんが先に攻略してたところ終わったんで、1位は赤坂さんが今抜けて、次シルフカンパニーに行ったんですけど、シルフカンパニー到着がまあ1位という形で、まあ多分4分ぐらいですかね、僕は今4分くれぐらい。そうですね、
さあスターミー蘇生させてサイコキネシスで打って戦ってますが、実はこのスターミーがですね、 PP が技の PP も割とカツカツにチャート組まれていて、ここで今サイコキネシスをガンガン消費してしまっているのは果たして足りるのかどうか。サイコキネシスは再起は大丈夫なんじゃないですかね、多分足りるか。再起には大丈夫なはず。ネットをガンガン使うとやばい。あ、ベッドで休憩するんでここは問題ないですね。あ、問題ないですね、これ修正と。さあ赤坂さんガンガン進んでますよね。なんかタイプ相性が悪い相手でも、草とか電気だとしてもターミーでゴリゴリ進んでおりますけれども、うん、ということは多分ここグリーン取らないですけど、グリーン戦闘ねなしなんですけど、グリーン戦があるんですね、ここ、初代にはない、うん、新しいコインですね。まあ、ということは多分大丈夫でしょうか。ナッシーもクスターミーで合流してくるんですかね。あ、ナッシーが出てくる。ナッシーはまずくないですか。草ですけど、さっきのエリカは、まあ、今僕エリカ戦ってますけど、まあ、サイコキネスがうまく通ったから倒せましたけど、いやナッシーはサイコキネス効果今一つですよ。大丈夫ですか。どう突破するんですかね。もうどう突破するんですかね。あ、なんか友達が堂々寮が堂々とした姿で出てきましたね。堂々寮が堂々と登場。さあプラスパワー積んで、プラスパワー積んでドリュールクチバシ、ドリュールクチバシ、頭でテレポケモンが強いということでね、ここは、ワンコントローラーはこれ紡ぎの前使うんですけど、ちょうど1レベル上げて進化した堂々寮が攻撃力2段階上げると堂々寮で倒せるということで、ということでね、はい、友達でポケモンが強い決まりました、強いということでね。ちなみにこのリザード熱湯で落ちないんでハイドロポンプを当てます。ここで、まあ、一応ねリザードハイドロポンプチャレンジ、まあ、外しても負けるようなことはないと思うんで、負けはしないですね。そうですね。さあグリーン戦が終わったところで本格的にシルフカンパニーの攻略いきましたね、赤坂さん。さあ来ましたね、アポロ戦、アポロ下っ端戦が、ここもまたね、これがひどい。アポロの方が、マルマインがまた出てくるんですよね。そうですね。で、マルマインベトベトンが出てくるんですけど、このベトベトンが守ると独特と小さくなる。でマルマインが自爆してくれるといいんですけど、10万ボルトをスターミー側に打ってくると大変なことになる。さあ勝負は1ターン目、ここで自爆してくれると、まあ最速のパターン。ポリゴンがいる、野生のポリゴン出た。おお、さあダブルバトルなんでロードがない。これはなあ、でもベトベトン倒せたんで、ベトベトン倒したんで、まあまあまあって感じです。カラカラがちゃんと骨コン丸前に打ってくれたりするといいんです。あ、打ってますね。いい形引いてます。いいですね。で、このラッタなんですが、不意打ちを持っているので、攻撃しようとするとやばいと。で、まあ、素早さはそもそも丸前の方が早いので、ここはいい傷癖で回復して、その間に、カラカラが丸前を倒す。祈る。いやー、素晴らしい。いいですね。このカラカラがなかなかに仕事しないんですよね。そうなんですよね。カラカラ気合いだめとかさっきでした。さあ、このゴルバットも噛み砕くを持っているので、あまり、手抜きはできないが、サイコキネシスをゴルバット側に。不意打ちは、この HP あれば一発与えることができる。ここは回復するよりも、アポロ側のポケモンを早く退場してもらわないと。そうですね。いやらしい技を持っているので。ゴルバットの噛み砕くが痛いので。さあ、マトロカス出てきてましたが、不意打ち食らうと死んでしまうので、ここは回復してますね。2コントローラーは結構被弾する場面が少ないんで、薬が余りますね。悪の波動で一応攻めてくる。さあナッシー出てきちゃった、やばいやばい。糸高さんもシルフカンパに入って、赤坂さん、友達のポケモンが強い。赤坂さん、カラカラがラッタを落としてくれましたね。これでもあとはマタロガスにサイコキネシス打つだけで。
ハイポン。当てていく。オッケー。素晴らしい。さし。さあ、お互い戦闘が無事終わって。さあ、赤坂さんですが、これでですね、まあ、一番の難所と言っていいところ、受けたので、ここからなかなか差を縮めていくのは難しくなってました。ということで、赤坂さんの1位が割と、ほぼ、確定とまでは言わないですけど、だいぶ現実味を帯びてきましたね。濃厚になって動きました。そう、もしかして操作アニタカなのではとか疑われています。ちょっと待ってますか。で、11回まであれ大ボリュームなんですけども、行くところは5回と3回だけという。5回と3回と11回と7回ですね。でも、まあ、それで全部あのワープしてるだけで行っちゃうんで、であとは帰りにラプラスを取りに行くぐらいですかね。そうですね。さあ頼むぞー。自爆してくれメンス。ね、これはあの4体で、その内部処理が時間かかるので、一旦伸びるのが、本当にもうタイムにすごいかかるんですよね、10万ボルト。でも、ベトベトの倒すっけ。エトロカさんもそこまで。だから、その、右に持っているその白い棒は何のためにあるんだ、分かっているな。その白い棒は、その右手に持っている白い棒は、骨ブメラン。おぉ、いいっすね。ありがとう。このカラカラがね、仕事するかしないか本当にタイム変わるんでね、3分平気でかかりますからね、こう仕事しないと。カラカラ、その右手に持っている白い棒は何のためにあるんだ。強い。お友達が強い。これは赤坂さんよりも早いパターン引きましたよ。いいっすね。これは2ターン目になぜか自爆してくれた。素晴らしい。有能。これかなり早いパターンですね。この戦闘の後はですね、全回復してくれるんですね。はい。全回なので、ここでですね、PP が全部切れてしまっても問題はない。友達が強い。さあ、赤坂さん、ポケモン屋敷で捕まえたベトベトがベトベトに進化して、おそらく今、捕獲状況的には48かな。よーし。特攻低いんですよね、僕のスターミーちゃんが。僕のスターミーちゃんは特攻低いので、この区間どうしようかなって迷ってる。ですね。多めに積むか、吹雪取るか。今これ、走者さんの中で、赤坂さんが1位、戸高さんが2位、橋浦さん3位なんですけど、この井戸高さんで人3画面見ながら回復しだしてるんで、だいぶ今体力使ってますね。そうですね、自分は。さて、ハッシュドライスさんもそろそろ。さあ、赤坂さんは、榊戦ですね。シルフカンパニー最終戦。さあ、榊。まあ、ここはもうスペシャルアップ1個積んで、戦うだけなんで。そうですね、熱湯で終わってしまうので、レベル差があるんですよね。本来だとここは、ポケモンタワーが終わった後に、来るところなので、まあ、35レベルとか16レベルの。ポケモンたちが、まあ、出てくるというところなんですけども、こっちはもう、ぐるっと、マサラタウンの下側回って、45レベル、43レベルの人手間に捕まえて、45レベルにレベルアップして、ジムを蹂躙して、46レベルになってここに来てるので、そうなかなかいいね。戦闘は楽ですね。で、まあ、このゲーム結構コロンがいい仕事しますよね。コロンが相当すごいんですよ。そうですね。ちょうど、ほんと、ポニータも39で出るんで、アメ1個で40になる。ドードーも39。で、まあ、高めの1個上げれば上がりますし。40にならないと、ナッシーが実は割と怪しいランスっていて、これ40レベルで挑むっていうのはやっぱ強いですね。おっと、ギャロップが出てますが、スペシャルアップをギャロップに積んで、ダイモンジを打つ。ああ、なるほど。
さあ、ダイモンじゃ命中不安なのでちょっと怖いが。ああ、当ててきますね。ヒトデマンもね、45にしてあげないとハイドロポンプ覚えないんで。そうなんですよね。まあ、ちょうど雨にこれ上がる43っていうのが。なんでまあ、42レベルがエリア最高で、そこに虫寄せコンプで、レベルが1個上がると。こういうね、そういう特性が虫寄せコロにあります。まあ、ということで、最初にチャートを考えた人は非常に頭がいいですね。43レベルのヒトデマンを持っていき、それに不思議な雨を2つ使うことでハイドロポンプ。超えて進化をしていくと。さあこれ赤坂さんが、ロケット団に助けてくれてありがとうってこれラプラスもらってますね。ラプラスですね。ここもただでもらえる。先ほど序盤の方にも言いましたけど、1匹捕まえるとまあ約30秒だよという話をしましたが、このラプラスは捕まえてあもらって戻ってくるまで27秒なので早いです。しかも目の前に不思議な飴が1個っていて、この不思議な飴をですね、飴が終わった後に使うと。こうちょっと都合がいいと、乱数とか非常に都合が良くなっていいですよという形になっております。でまた こっからさらに多分ポケモンセンターの方のところに行って多分ポリゴンをもらってちょうど50匹ですかねこれで。そうですね。さあハッシュドライさんが始まりました。デスボール戦。さあさあ前2人はスムーズに抜けてしまったが、は誰もしなかった。サイコキネシスをベトベトに打つ攻めパターン。ディフェンダーとかスペシャルアップをスペシャルガードを使うとかいろいろ作戦はあるんですが、あ丸前に自爆、これ入りますよ。これはデスボールに誰も苦しめられずに攻略していく様子。しかも守るをベトベトに使ってないのでですね。守るをベトベトに使わないで1ターンで2匹倒せた。1ターンで2匹倒せるのは素晴らしい、素晴らしく早いパターン。さあもうあとはアポロの手持ちだ、アポロと、ね、下っ端がラッタ1匹ですね。下っ端を倒していく。で、先も言いまし、ありましたけどゴルバット神クラク持ってるんで先にアポロの方から倒していきます。そうですね、右側の不意打ちは食らうんですが右側の方を先、でラッタの方は、カラカラが骨ブーメラン2回当ててくれると倒せるので、それで落ちるんですけど最短で3ターンで倒せるんです。頭突きでしたね今。仕事しなかった。結構多いですね、仕事しない。一番いい仕事のパターンではなかったと。まあ、ただやはり回復する必要がないんで、だいぶ早いです。そうですね、カバン開いてとかは必要ないので、非常に早いパターン。素晴らしい。さあ、これ骨ブーメランを使ってくれても遅い。おーっと、不意打ち急所ちょっと怖いっすね。不意打ち急所怖いですよ。不意打ち急所。HP あったかよってね。まあ、急所はですね、24分の1で、引きダメが 1.5 倍になるというね、ものでございますが、まあね、どこかでは基本引きます。そうですね。どこかでは引くんで、まあなんかこう、被害が少ないところでね、引いてほしいというのが、まあ、走者側の願い。まあ、ただここら辺からはどこで引いても割と被害がでかい。そうですね。でそれを見てああ残念だなって思うか、やったー前の人が落ちてタイムが縮まるぞって思うかは、まあ、受け取り手の、まあただ今これ追う側のハッシュドライスさんとしてはちょっとヒヤヒヤもんでしたね。そうですね。さあ赤坂さんはちゃんと10万ボでしょ。こう10万ボルト覚えさせ忘れるとまあ悲惨なことになりますからね。いやもう僕もね3回ぐらいやったことないですから。絶対に皆さん1回やったことありますよ。絶対ね走者1回はね通るところでございますけど、手持ちにヤドランがいるんで何もできないっていう。そうヤドランがいてこっちはね水技とエスパー技しかないですから、熱湯と再起ねしかないんで。坂木に勝ったんだろう。さあジムバッジいくつだって、ジムバッジ7個持ってるライバルというのが煽ってきました。まあでも先ほど八つ目取りに行くんだっていうようななんかチンタラしてますね。そうですね。ああ、吹雪にしとくか、どうしよっかなとか、ちょっと微妙なラインですね。か
帰り吹雪にするから、よく語る。夏目線ですね。バリアードがこれ初ターン光の壁張ってくるかどうかでパターンが変わります。さあ光の壁張ってきたんで、このまま、スペシャルアップを積んとスピーダーを積んで攻撃して、あとはもうそのまま全抜きですね。初ターンに光の壁以外の行動された場合は一旦回復で時間を潰して壁が切れるのを待ちます。これね、初手に光の壁は、張られた場合、このネットでバリアードを落としたタイミングでちょうど壁が切れるんで。噛み合ってる？あ、なんだっけ、何すんだっけ、あ、10万ボルト、さっき赤坂さん10万ボルト覚えさせたんですかねとか言って自分。いや、そこでここで忘れさせんの忘れたらもう走るさん思いつきますね。さあ残念ながら赤坂さんの技の欄にはちゃんと10万ボルトの文字がある。残念ながらではないです。残念ながらではないです。ちゃんとやってます。大丈夫です。別に残念ではないです。お祭りなんで別に勝つ負けるとか置いといて。そうですね、もう4700人4650人のね見てる中でポケットモンスターができるというね、この月曜日の昼2時から素晴らしい時間帯をいただきまして、みんなお盆の帰省してお家でゆっくりしている中、ポケモンを見てらっしゃるんじゃないかなと。今日はね、午前中ドラクエ枠が4時間ぐらいあって、その後5時間ポケモンってね。そうですね、この後まだ続きますからね。しかもなかなか見る機会ない、ね、ポケカ GB ですから。なんかなかなかに聞くところによると、回数、ポケカの方も準備してくださってるってことなんで、ぜひとも皆さん見ていただきたいところです ね。はい、ポケカはね、今、まあ、昨年あたりからポケモンカード、すごいね、流行り始めましたけれど、有名実況者がね、ポケモンカードをやり始めて、みんなポケモンカードね、やり始めた人もいるんじゃないでしょうか。こちです。それで、まあね、今日やるやつはね、あれなんで、なんだ、旧裏のね、環境のカードたちの話してるんで、今ね、最近、再度復活したっていう人とかも、ポケカ、見て楽しめるように、解説が充実しているというふうに伺っております。ちょっと私もね、このお盆で、ちょっとまだポケカやったことなかったんで、友人に教えていただく予定になってるんですけども、この後のポケカ GB の解説ね、楽しみにしてます。いいですね。光の壁いいよ、一旦目光の壁ナイス。さあ、戦闘内容的には、赤坂さんと糸高さん、そこまで悪いものではない。ってなると、やはり差がつまらないですね。ここからピカチュウ版と EV 版って歌ってますけど、もう結局スターミーで同じ敵を倒していくだけなんで、もう特に縮まりはないですよね。大木田博士は一旦に3回言ってる。サンダー無双、サンダー強いんですけど、それ GB2 の話で、あ、そうなんですね。サンダーは手に入らないんで。さあ、そこ話してるうちに、ハッシュルライさんも榊戦終わってますね。EV はそうです、スターミーにね。てか、さらっと流しましたけど、若坂さん50匹取ってたんで、赤色ジムの達成上限クリアしてましたね。いいですね。ここでガバっちゃうと、どうも。そうですね、50種類は赤色ジム の、 あの挑戦条件です。自分はここで達成してなかったんで、マスターボールを投げに行きました。もうね、ここで50匹達成できてなかったら、もうね、心がボギーって、まあ、行きますね。自己ベが出そうな時にあれ一匹足りないみたいな。そうですね、狙ってる時ほど捕獲を諦めるところが増えるんで、まあ基本的にはマスターボール投げるか、あの他の町行って不思議だねとかもらってくるかってパターンです、ね、そうですね、自分も焦りすぎてもういいや、とりあえずマスターボール投げとけって。さあ、ハッシュドライスさんも、多分これ50ですね。超えまして、ポリゴン取って、次は夏目線というとかになると思います。
さあ、強戦ですね。強戦のところちょっと解説お願いいたします。強戦は、まあ、毒タイプのジムということで。技がひどいんですよね。そうですね。技が忍者なんで、小さくなるとか、守るとか使ってくるんですよ。で、スターミーって PP きついんで、あんまり守るとかされると、PP なくなっちゃうんですね。そうですね。チェンジムリーダーですね。ということで、初手はまず、マタロガスですね。で、スペシャルアック使わなきゃいけないんで、このターンは、まあ、毒打ってくれると、毒だと、守るだともう一、まあそうですね、このターンが、次のターンは守ってこないんで、そうですよね。毒食らうと毒をわざわざ直してあげて、その間で守るされるっていうふうになるんで、大体戦闘が。まあ一旦余分になるってことですね。さあ、守られていく。さあ、ここもね、一ターンが約、このゲーム6秒ほどかかりますので、敵がね、守るを使ってくるか来ないかというところで、ちなみにゴルバットも守ってくることありますが、開始2時間30分のところで、これ全員守る覚えてるんで、16秒かける4回で24秒、しかもその前のジムトレーナーちょっと触れませんでしたが、そいつもね、ベトベトンが守るを覚えてるんで、 でそこでね、タイムをがっつり失う可能性があって、記録狙いだとここでね、うわーってそうなりますね。ぐにゃーってなる、頃ではありますね。はい、自分が戦っているこのベトベトンですけど、覚えてる技が小さくなって守る。で、この逸材にはですね、一発で再起連で倒せないので、スペシャルアップを積まなきゃいけないので、一旦相手に猶予を与えてしまう。守る、ナイス。こう小さくなるされるともうお祈りするしかないですからね。小さくなるされたら、そこから先こうエンドレスで無限の負け筋がありますね。ほんとこのジム立ちが悪い。このスピアも守るを覚えてる。OK、ま、基本的にはこの最初のベトベトンと今日のあのマタロガスぐらいがまあ守ってきやすいって感じがしますね、個人的には。そうですね、あんまりスピアとか守ってこないですね。スピアはそう、ちょっと守る割合低いかなって気がします。最後のベトベトンも、そうですね、モルフォン結構使ってきますね。うん、あと最後の、ゴルバットもあんま守ってこない印象ですね。来ないですね。ベトベトンが結構するんですよね。でも自分なんか結構守ってくる前提で、あのタイミングで PPA で使ったりもしますね。まあそうですね、昔自分もその、守ってくる読みで PPA で切ってっていうのやってたんですけど、それで小さくなる食らって、ぐにゃーってなったことあるんです、うん、そうですね。そうなるともう二度とやってないですね。心が破壊されたんで、観客も見てつまらなそうな選手ですね。観客めちゃくちゃいっぱいいますから、うん、さあここで、赤坂さんが8つ目のジム守る、ナイス。いいよ、噛み合ってますね。いい今日です。さあ時はジムついたんですが、空いてないということで一回これマッサラタウンに戻ります。モルフォン手抜きすると虫のさざめきでワンパンされる。はい、守らな。素晴らしい。戦闘内容的にはだいぶ伊藤隆さんの方がいいですね。さあゴルバチョウ、ちなみに赤坂さんの方に今来てるイベントはこれメガストーンをもらえるイベントです。あ、メガストーンのところはね、なんか大木戸博士がいい俳句を読んでくれるっていうふうに言ってます。なんで、何、石一つ心二つでメガ進化。なるほど。あ、みんなもポケモンゲットだぞ。あ、言えてない。言えてない。リソースが足りてない。みんなもポケモンゲットじゃぞ。だ、ここはね、個人的にこれ赤坂さんのところの好きなイベントですね。これ多分今回のちょっと RTA では。俳句じゃないわ。季語入ってないから占領です。すいません。季語入ってないんで、ポケモン占領でーす。ムチさらしていくー。これで、イベント消化したんで、トキアジムが入るようになってるんで、赤坂さん、これ8つ目のジムバッチいきますね。え、もう8つ目。え、さっき30分前2つ目とか言ってたのに。早いっすね。もう、この30分で6個も回収。
さあ、時はジムトレーナーを、でまあ、ちょっとあのジムに入ってもなかなか佐賀県とかまで時間かかるってことで、いやハッシュドライスだもん、ちょっとミスったら追いつかれるんだこれ。そうですね、そこまで差はないですね。そんな差はねえな。多分あのシルフカンパニーのアポロ戦でちょっと詰まりましたね。そうだね、そうだ、すぐ追いつかれるんだこれ。あ、ちなみに、ピカブイサファリゾーンが廃止されて、ポケモン GO との、 あの連携するシステムが入ってます。でサファリゾーンに普通では入れないんで、代わりに金の入れ歯がこの、砂浜に落ちてるというふうになってます。いやハイポンいくか、赤坂さんにリードしてるのにそこハイポンでいくか。おー、いくか。ここ外したらかなり負けが込みます。ヒロキングそこは出てくるんですけど、外してメガホン返してくると進出あって、ここ結構ね、命中率は 80%、 当てるか、当てていく、当てていく、怖えな、攻めたくない。いやーこの状況、後ろいるのに攻めるのは怖いっすね。ちょっといやープレイきついな、当てるか。ただ赤坂さんをハイポンチャレンジを成功させていく。石一つ、心二つでメガ進化。憎め。ってことでね。さあ、ハイポンなのか、ドロポンなのか、ハインプなのか、ドインプなのか。イドンプなのか、もうありすぎてわかんない。呼び方争いが激しいですよ。イロポンとかなんか、新しい。みんなもポケモンゲットじゃぞ。さあ赤坂さんが榊戦ですね。さあ榊戦、榊は、1匹目のダグトリオがちょっと強くてですね、素早さがまずどんなに上がっても勝てません。なので、ディフェンダー積んで敵の自信を受けられします。自信を受けて、まあ、急所に当たらないことを言いつつ、殴っていくんですけども、あと不意打ちも覚えているんで、まあスピーダーは使わないから結局自信を食らう形になるんですけども、ディフェンダー使えば3回自信は受けられるはずなんですね。なんですけど、その中のどっか一発に急所とか当たっちゃうと、死んじゃうと。さあ、いかがでしょうかと。まあ、逆に、ダグトリオさえ突破してしまえばね、またネットを打つだけなんで。そうですね。自信。まず一発目。さあ、二発目は？さあ、これで、耐えましたね。危ない。怖い。でもこれで勝ちなんで大丈夫ですね。そうですね、もうあと不意打ち持ってるやついないんで、こう先制技持ってるやつはいないので、榊はこれでパー。ちょ、二度キングとか見ると一瞬不意打ちくんじゃねえかって身構えちゃいます。まあ覚えてないんで完全に対戦やってると ね、 ということでね、覚えるわけがないんで出てこないですよ、ね、おっしゃ、ハイドロポンプいくぜ。おっと、チャレンジを2人にしてスペシャルアップからの熱湯っていうね、そういう度安定な攻め方もありますが、石ロミの二度キングっていうチャットがありますが、二度キング赤坂さんがいっぱい使ってたんでね、もう何度目か分かりません。いっぱい目の二度キングこうワンコンだとただただお祈りするしかないですからね。おお、決めていく。さあこれでハッシュライスさんがちょっときつい形になりますね。さあちょっと赤坂さんの方を見てたら終わりそうですね。2人でやると、まず仲間を呼んでくる時間、仲間を呼んで仲間を戻す時間で合計で 1.5 プラス 1.5 秒で3秒、プラスギャロップ分のですね、そのターンの選択6秒ぐらいあるんで、合計で10秒ぐらいね、遅くなる形になる。これなんだっけ、ネットでいいか。そこはネットで問題ないです。もうダメだ。もう自分が何をやってるのかだいぶね、疲れてて分かんなかったでしょ。今日午前中に一周通しますよね。午前中一周通して、RTA in Japan の配信あるからねっていう宣伝をした上で今やってるんで、だんだんね、
だんだん私疲れてきましたよ。さあハッシュライスさんは押し出しを教えてもらってこれから解き始めいきますね。さて赤坂さんもここでラストライバル、そうですね、最後のライバル戦ですね。最後ライバル戦解説は、僕糸高とあとはロストさんっていうね、2人でやらせていただいております。まあ、基本的には糸高さんが普段の170倍のねマシンガントークを見せてくれるさてディフェンダーを使ってと。ちなみに私は急遽呼ばれていますが、スピードランドットコム上では38時ぐらいのカスです。不意打ち使ってきてくれた、優しい。皆さん普段は170分の1しか話さないのが出てますけどね。ネットお、いいですね、これはもういいぞ。これはまたいい戦闘内容引きました。さあギャロップ43レベル、ツイッターフォローしてくださってる方がいっぱいいる、ありがとうございます。走者が多いなっていうふうに、おっしゃられてる方いますが、なんと今ピカブイ走っている方は日本ピカブイを現役で走ってるのは今走ってる3人とロストさん、お、4人しかいない。ということでね、覚えることはそこまで多くないんで、皆さんぜひともこれを今回の RTN ジャパンオンラインを参考に走っていただければなと。なんと本日ここの RTN ジャパンオンラインに出るって、しかもちょっと異質なピカチュウバージョンを走るということで、なんとあの赤坂さんが、世界一の赤坂さんがチャートをね公開してくれたんで、チャートを公開していると。本日チャートを公開しました赤坂さん、みんなも参考にピカブイやろうぜ。みんなポケモンや毎日やってる人とかでもどうせウルトラマンでしょ、最新作のピカブイやってる人なんか今いませんよね。逆に視聴者いるところでピカブイ毎日触れてる人いますか。多分いないと思うんですよ。多分ね、みんなねポケモンやってますよ僕っていう人はね、ウルトラさんウルトラムーンやってる人ばっかりだと思うんですよ。そうですね、このゲームで対戦する人もいないですからね。なんかピカブイの対戦やってことありますか、どうですか、やってますかピカブイの対戦。ちなみに今まで初代、今回ピカブイの勝負触れてなかったんですけど、初代リスペクトなんで持ち物持たせるっていうのと特性がありません、持ち物もないし特性もないっていうことで、もう単純にポケモンのスペックで戦闘がだいぶ左右されるというで、かつレート戦もないので、多分掲示板かなんかで募集してるんですかね対戦これ。いや一応ね、ランダム対戦ありますよ。あるんですか、ランダム対戦ありますよこのゲームで。不思議花とかが超強い、あとメガ進化するんですけど、うん、特性ないんでガルーラとかただプテラとかもただ能力上がるだけでひでりないし、ね、リザードを Y にメガ進化してひでりないし、おいおいおいみたいな。まあ、環境自体はね初代なんで、まあ他のゲームに比べてだいぶ違いますけどね。そうなんだ、あ、でも覚醒地があるから、なんかどれが倒せるか、あれか、覚醒地ない、あれか使わない。対戦やったことないでしょ、その細かいところ。全ポケモンを捕獲するレギュレーションとかあったでしょ。35体、5時間半とかでしたっけ世界確か。そうですね、それぐらいで6時間いってないですよね。あとなんとスピードランドットコム上ではハッシュドライスさんはちょっと安定をやっぱ取りに行きました。行きましたね、ここもスターミー短期で、ここもハイドロポンプチャレンジ、別に外したからといって死ぬわけではないですが、スペシャルアップからのハイドロポンプを打ちに行って、あ、ガルーラ倒しましたね。ここワンコントローラーだとスペシャルアップ打って噛み砕く食らって次のハイドロポンプ外したら負けなんで、そうなんですね、ちょっと怖いですよね。ここも痛恨になったからこそ非常に楽になった箇所では。さあで不思議花はもう、スペシャルアップ進んでるんで最高気にする一発。でチャンピオンロード内ハイドロポンプもう2回打つ場所あったかな。2回？1回じゃね？痛恨だけでは。ルージュラ
あれスリーパーかなんかハイドロポンプ、特攻がすげえ高いときはスリーパーにハイドロポンプ。ああ、そうだそうだそうだ。最近走ってないもんで、最近走ってないもんで、ちょっと知識が頑張ってきてますね。いや、負けたくないよ。さあ、負けたくない。さあ、橋田エースさんも坂木戦入りましたね。ラグトリオちょっと怖いんでセーブしてます。これ下手す、もしかすると糸高さんなんと自己オペが出るかもしれない。おお、やり込んでないのがバレていく。まだデメってるって言われてますね。やろうぜって言ったのにロストさん走ってないって言ってる。最近走って他のゲームばっか走ってますね最近。そう、ワンプレイヤーワンコントローラーを、あのレギュレーションを終わらせた英雄で橋田さん、ピカブイの猛者だから。どうやってあんなタイム出るか分かんないですもん。どうやったら3時間6分出んのみたいな。ワンコンで3時間6分やばいだろ。15分ぐらい十分早いですからね、ワンコン。そう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 、もう3時間半切ったら OK みたいなゲームなんで、そんな中で3時間10分切りをかましてくるのはちょっとあのお化け。投資だともう3時間半切るだけで割と早いです。そうですね、今は1つのコントローラーを2つのコントローラーを1人で操作していて、で、スイッチ本体買った時についてくるあのコントローラーにジョイコンを刺す、あれです、あれを使って同時にコントローラーをあの振ったりすると、ボールがね同タイミングで飛ばせるんで、それをね利用しております。そうですね、2C は両手で持ってるわけじゃない感じだね。一つのコントローラーに合体しちゃってるんで、右と左のジョイコンがね。ハイドロポンプチャレンジ。あ、今日の運勢は。えらい。おお、うん。このゲーム命中95とかなんか急に外しまくるくせに、なんか割とハイドロポンプとか当てるんですよね。えらいなぁ。赤坂さんは吹雪取らなかったですね。で、ここはライドポケモンを隅っこで消して。ここ難しいところを。当たってしまった。ここ、あの、松明とトレーナーの間をうまーく、ポケモン乗ってないと抜けることはできるんですけど、結構シビアなんですよね、あそこ。これ、糸高さん成功させて差を縮めていきたいところ。危ねえ、ここもね、割と白龍と、プクリンで、ちょっと厄介なのと、あと、ここら辺でもう、技の PP がですね、四天王攻略まで全部、込み込みで考えられているので、ここに今、これ再起で使ったらもう足んないっすね。多分、四天王入る前に、ポケモンセンターに寄らなきゃいけないっていう、ロスも、弊害として発生してきていて、サイキネがちょうどチャンピオンを抜ける時点で9回多分残るんですけど、この後ちょうど9回使うんですよね、四天王で。スペアネットネット。意外とね、なんか落ち着いてるとスルッと抜けられるんですけど、焦るとちょっと当たっちゃいますよね、こう。そうですね。さあ、ハッシュルライスさんもライバル戦。ここはね、ダブルバトルでやる、あ、すごい、なんかメリットが大きいですね。ヤドラン。よいしょ。10万と。で、赤坂さん、ここのエリートトレーナー戦は、ルージュラ出してくるんですけど、まあ、スペシャルアップ使ってネットでも落ちないんで、外したリスクもそんなにないということで、ハイドロポンプ狙ってきます。ハイポンチャレンジ。ね、返しの悪魔のキスとかもらうと厄介ですけど、ハイポンを外してから悪魔のキスは厄介ですが、倒しましたね。まあ、冷凍ビームだって問題ないですね。じゃあ、あとはもう普通に、攻撃を全部落とせるんで。みんなうまいなぁ。問題なく、事故、大きな事故なく、しっかり突破していく。
やっぱね、確実に突破していくっていうのは、プレイヤーの腕にかかってるんで。なんだかんだ捕獲も結構皆さん、割と安定めに進めてましたね。そうですね。ちょっと特攻低くて怖いんで、吹雪チャートでいきます。吹雪はこの後の、渡るの海流用ですね。サイコキネシスでも、スペシャルアップガン攻めすれば落とせるんですけど、ただちょっと、スターミーの個体値が悪いと、乱数になるんで。抜けました。安定を取って、吹雪。オッケー。さあ、これが。これでちょっと詰めたんじゃないかな。そうですね。あとはこれで次、ハイドロポンプ当てるか当てないかで。ここで悪魔のキスクラウド、取っていたいですね。さあ、赤坂さんはチャンピオンロード最後のトレーナーですね。さあ、手に入れた、タイムを順調にロスっていく。で、ここ、ベロリンガがパワーイップ使ってくるんですけど、実数値で言うと、まあ、60ぐらいしか減らないんで、まあ、普通にスペシャルアップするんで、倒していきます。ああ、使う技間違えました。この、キックの前でスペシャルアップ使えれば、EP で使えるか。間違えて最近打っちゃった。おっと大丈夫、吹雪チャート、吹雪チャート。ああ、それ問題ないですね。再起念は足りません。問題はない。再起念足りるから。さあ、ハッシュラライスさんもチャンピオンロード入りましたね。さあ、ガルーラ、ハッシュライスさんも安定取って2人出してましたね。まあ、あのガルーラは、こう、ワンコンやってる、人たちからするとこのガルーラをノーセーブで絶対に突破できる、突破率 100% にはなってるんで、急所以外はか。そうですね。そう考えるとめちゃくちゃ気が楽ですね。ここ、ま、レポート書かないで負けるとめちゃくちゃ戻されるんで、ワンコンとかレポート書かざるを得ないんですよね。もう OK。さあ、ハッシュライさんも問題なくガルーラと不思議バナ突破しましたね。で、赤坂さんが、いよいよチャンピオンリーグ、いよいよと言ったところ、ここでもう、残りの手持ちいらないんでギャロップを戻しましたね。この E ワークはあれか、水で打てば大丈夫か。そうですね、速攻サイコキネシスで普段倒してるんで調子で合います。 OK、 これピピ足りましたね、大丈夫ですね。さあ、カンナ戦。あ、ピピ大丈夫なの。基本的に四天王は一人で倒せるんで、もうスターミー短期で進んできますね。このジュゴンは基本的に滝登りしか打ってこないんで、もう一番最初にね、しっかりとスペシャルアップ積んであげて。で、4段階上がって、上がった、呪文ボルトで。糸高さんも、順調にもうチャンピオンロード終わりそうですね。抜けました、チャンピオンロード。あと5人、あとトレーナー5人。さあ、ね、ハッシュラライスさんは特攻が111と低かったですけど、あ、吹雪取りましたね。
さあ現状、ハッシュライスさんが、追う形になってますが、このまま行くともう順位そこまで変わらないかな。ワンチャン波乱はありますけど、なんかとんでもない事故が起こんなければ、あのキクコ戦のアーボックが噛み砕く一旦目から噛み砕くで防御低防御ダウンとか引いちゃうと負けですね。勝てないんで、それされると多分ひっくり返ります。自分はね、記録がこれで出るんじゃないかってところでね、見事にその B ダウン引いて負けましたね。わかります。芝戦は、所定がイワークで、そこまでね、なんと攻撃力がポッポと同じなんで、まあ、自信打たれてもそんなに食らわないということで、回復しないでいきます。さあ、糸高さんも、視点の入りましたね。ラブラス倒せるか。ちょっと特攻低いんで耐えられそうですけど。オッケー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 、素晴らしい。ニョロボン怖いかな。どうしようか、下がって。さあ、赤坂さんがルージュが耐えられてしまった。絶対ニョロボン怪しいな。だからこいつらが、こいつらがあれですね、個体値30の覚醒値全部に24入ってるんで、まあ、つまりあれですね、24、1つの能力値に 24×4 なんで96の努力値が入っていて、 96×6 個のステータスに全部入ってるんで、もう普通にポケモンやる、580の努力値がこいつら振られてる今のって考えるよね、サンムーンとかで換算すると、まあそんぐらいの感じだと思ってください。普通はポケモンはね、あの525までしか触れないですけど、510ですね、510、今590でしたね、うん、580までしか触れないですけど、まあそう考えるとね、いかにぶっ飛んでるかが。さあ、問題のキッコ戦。ここではチャンピオンロードで使った回復の薬がね、いい仕事しますね。あーっと、レポートが来ましたね。24×4。96×6。600-27 だから、そう、576です。すいません、計算間違えました。ハッシュロライスさんはチャンピオンロード最後に取れない。スペア2積み、スペア2積みの。さあ、このアーボック、初手は大体ヘビにらみしてくるんですが、たまーに噛み砕くとかしてきますね、こいつ。ヘビにらみ、でここで、ゲンガーがと控えてるんで、上を取るためにも、おーっと気合で麻痺を直していく。これでかいですよ。一旦加速しましたね。ポケモン XY から仲良し度っていうなんかステータス追加されまして、そうですね、仲良し度それが高いと、状態異常を勝手に直してくれたり、やられるときに気合で HP1 で耐えてくれたり、急所に当ててくれたり、攻撃を受けてくれたりと、まあいろいろ得点があるということで素晴らしい。でまあでも RTA の観点からすると、効果抜群の技をね打ったり HP 回復するとこっちを振り向いてくるんで、タイム的にはちょっときついんですけど、まあ最後の3試合ぐらいしかないんで、まあもうしょうがないね、レベル上がったりすると、この夏気度上がってくんで、うまいこと、不思議な飴とかをね、使わなければ、なんとかなるんじゃねっていうふうに言ったら、まあちょっとうまくいかないんです。まあ結構戦闘重ねてますからね、ここまで。そうですね。レベルも上がってっちゃうんで。やっぱ、そして、エイダ。でさあ、糸高さんもキッコ戦ですね。で、ハッシュライさんが視点の入りましたね。で、ここで PP をだいぶ使っ
ているんで、そうですね、赤坂さん、PP エイダーで、サイコキネス回復させました。で、ここ、負けて最初に戻されると、もう PP エイダーなくて積むんで、レポート書いてますね。レポートマジ必須っすね、ここら辺は。ここで書き忘れると悲惨な結果が待ってますね、ワンちゃん。ヘビニラミオッケー。いやー、状態異常のあれが。おー、麻痺乗った。おー、いいっすね。まあ、ただここ、暗いすぎて、まあ、赤ゲージぐらいになると、この後の、ゴールバットを電光石火持ってるんで、ワンチャン電光石火で負けます。渡る戦はシードラがね、あの特殊技しか持ってないんで、スペシャルガードを積んで、スペシャルアップ3つとスピーダーを使って、その後サイコギネス連打という。超ご用心ですね。10万ボルトだから、ね、効果抜群で倒せたりはするんですけど、と、こっちを向いてきちゃうんで、ね、倒せないっていうのと、あとは、純粋に海竜が、打点が足りないっていうのが、ディフェンダーも積んでますね。激輪耐え、特攻が低いんで、それ考えてますね。リカバリー入れてますね。普通はディフェンダーいらないんです。状態で、いや、これは盤石です。なるほど、吹雪を回収するよりも、まあ、そうですね、ディフェンダー使ってあげた方が。まあ、ここからは、等倍技で押していくんで、こっち見ることもなく。で、ちなみに、まあ、いろいろとここまでしてるのを見て、皆さんも大きすぎかと思いますけど、結構手持ちが変わってます、してんの。キッコなんでね、ほとんどドクタイプしか使ってこないですからね。さあ、リザードン倒したら最後、カイニューですね。ミスったー。ハシュライさんはしません。赤坂さん、ここ落とせるか。おー、一発で突破。ミスったー。さあ、最終戦。吹雪を覚えさせるの忘れました。なるほど。なかなかやらないですからね、吹雪は。そうですね。基本的には最後牽制で突破するんで。さあ、これ結構このゲームリセット時間かかるんですよね。まあまあまあ、あそこで海竜まで来たらね。そう、海竜まで行って吹雪がねーってなってたら、うん、さあ、ここ赤坂さんセーブしてますね。結構あのライバルの初手の、ピジョットが強いんで安定を取ってますね。さあ、この初手のピジョットにどれだけの人がこいつ本当ですからね、壊されてきたが、これ急所率高いだろう。高いです。急所率余裕で持ってきますからね、こいつ。さあ、赤坂さん、赤坂さん、ハッシュライスさんは、この芝戦が終わります。さあ、ピジョット、基本的にやることは渡る戦と似てて、スペシャルガード使ってで、安らし耐えながら、スペシャルアップ2個とスピーダー積みます。チャンピオン戦はもうとにかくこのエアスラッシュ急所当たらないことを祈りながら積む、これだけです。それ耐えるか、ちょっと危ないですね。外してくれるとだいぶありがたいんですよね。メガピジョット特性がノーガードなんで、普通はね、必中なんですけど、まあ、今回特性ないってことで、ワンチャン外してくれると。そう、このエアスラッシュ外れるんですよ。メガピジョットなのに技が外れるって。まあ、ただこれが暴風だったらとんでもないことになってましたね。さあ、もうこれ。武器戦術の場合は、スペシャルアップ一つで済むんですね。スペシャルアップ一つ、スピーダー一つ、積みたい人はよく当たる。ちなみに今回僕はよく当たるっております。
クワタール使って、で効果は10万ボルト、ナット10万ボルト、ネットを吹雪で立てるんで、スペシャルアップ2個積むのが早いので、一応こっちは向いてくるんですけど、HP の回復もしないですので、早かったりします。非常に優秀な技術の一つです。でも吹雪はね、やっぱ覚えさせなきゃいけないんで、その分、遅いかなって。さあ、ハッシュライさんは結構アーボク突破したんで、もう終わりそうですね。ハッシュライさんも殴り始めたんで、もう終わりですね。近くて。宿は赤坂さんももう、そうですね。打っちゃう、打てば。まあ、最近で連打してるだけで大体かな。ちなみに、これ基本的にレギュレーション上はタイマーストップは、殿堂入りオメルトだったのが暗転なんで、まあ、ただエンディングまでは全部見れるかな。倒し終わったら1分で終わる。ピカチュウはどこ、イーブイはどこってことですけどね。一応背中に乗ってるんでね。さあ、これでもう。じゃあ、赤坂さん終わりですね。さあ、糸高さんもラスト。人が低いので、スペシャルアップを3つ使いたいと思います。赤坂さん、僕の自己ベより早い。さあ、ハッシュライさんもさす。いやー、多分ね、渡るのリセットだったら多分ね、自分自己ベが出てる気。さあ、この暗転で基本的にはタイマーストップになります。なんでまあ最後、3人目終わったタイミングで、3人目終わったら同じタイミングでタイマーストップですね。ということで、まずは赤坂さん、感想お疲れ様です。お疲れ様でございます。ピカチュウがかわいい。さあ、糸高さんはまあ順調に積んでますね。これ、エアサラシは、おっと間違えた電光石火。これエアスラッシュ急所引くと体力満タンの状態から赤まで持ってかれる。避けていく。疲れさんした。積み切りました。終わりです。さあ、糸高さんもほぼ完走が決まったというところで、ちゃんと的確に最後のヤドラに10万打ってね。ということでね、これが2コントローラーでございますけれども、1コントローラーで3時間6分の記録を叩き出しているのが、今、3位で走ってらっしゃるハッシュドライさんということで、いかに化け物っぷりかがね。1位で走った赤坂さんがピカチュウ版で、今現在世界1位を保持していると、こういう、そのような3名で本日はお送りしてまいりましたけれども、まだ終わってない。まだ終わってないに思ったような話をするな。さあ、ハッシュライさんももう後期始まってるんで終わりそうですね。さあ、エンディングが可愛い。赤坂さんのエンディングが可愛い。これエンディングあれなんですよね。関東地方、バッジがね、多い順に少しずつね、マサラタウンに向かって持ってくるっていう、そういう、なかなか粋な演出をしてくれます。演出です。よし、OK!オッケー。サイトタカさんも終わったところで、ハッシュライスさんは、これで海流倒して渡るが終わりますね。そして芸人のイトラカさんというふうにチャットが入ってますけどね。実際問題、自分で走ってるのに他の2人を解説しながら走ってるっていう時点で、なんかまあ、今年もね、今年も RTA in Japan のオンラインで、なんか1個のね、ゲートを成し遂げたということで、僕はね、オンライン1でね、ホテルから配信するっていう、そういう、普通の人は一切やらないね、変なことやってますんで、まあ、自己部屋は、ね、渡る、リセットしてしまったんで、自己部屋はなくなりました、ね。やっぱ、あと、吹雪戦術使ってるんで、これもやっぱ遅いです。
さあ、糸高さんね、感想程度お疲れ様でした。まあ、操作終了。もうちょいか。あとボタン1個。そうですね。ダミー切らーん。これで暗転したら終わり。はい、お疲れ様でした。3時間12分40秒。さあ、ハシュライさんがちょうど、チャンピオン戦ですね。GG ありがとうございます。さあ、ライバル戦。全然差つかなかったな。もっとがっつり差つくと思ったんですけど。そうですね。結構なんかがっつりスタッフロール終わるかなぐらいの勢いだったんですけど。そうですね。ちなみに赤坂さん、この後イベント見せてくれるのかな。あーと飛ばしてしまった。お、飛ばしちゃった。あの後、マサラタウンで、さっき、大切な人にもこのお花をあげるんだよっていうイベントが見せましたね。かわいい。この小さな花束を取って自宅に入るっていうイベントが、終わりで、出る前にあるんですけど、それを見た後、こうして画面を開くとピカチュウが、お花をくれると。そうですね。はい、じゃあついてますね。EST が一応3時間半で待せていただいて、まあなんで、スターミーの答え見るぐらいは。そうですね、いけますかね。いけるかな。まあ、ここで、うん、ああ、もういけそうですね。攻撃始めたんで。スペシャルアップを積んで、さあ、積み終わった。サイコキネス打ち始めた。まだ、まあ、サイキネスだけですね。払うはなしと、操作ミスって、ワンチャンヤドランに間違えてサイコキネス打ちってある。ヤドランにちゃんと10万ボルト打てれば終わり。このコントローラー、スティック短いんで、入れたつもりが入らないってちょい、たまにあるんですよ。ちょっとね、そうなんですよね。さあ、ピカチュウを可愛くいじっている。可愛い。さあ、ギャロップにも再起ね。さあ、これで。あと2匹。ガラガラなんで、次でラストですね。ガラガラを最近で倒して。さあ、いよいよラストの。さあ、ラスト1匹。チャット欄はもうピカチュウの方で、みんな癒されてますけどね。チャット欄が。これ、ポッケンのピカチュウですよね。そうですね。汎用性だけ、あ、ダブリアスいるんだけど。あ、マスクのピカチュウとかもいます。さあ、倒し終わりました。チャンピオン終わりましたね。すべてのトレーナーをハシドライスさんも倒しきりました。お疲れ様です。さあ、タイムはライバル倒したのが3時間15分20秒ぐらい。で、まあ16分半、30秒ぐらいですかね。GG ありがとうございます。先ほども言いましたが、殿堂入りおめでとうの後の暗転が入ったらタイマーストップです。そうですね、暗転でタイマーストップという形になっております。さあ、私糸高の方は時はシティぐらいまでエンディング戻ってまいりました。もう終わりそうですね。さあ、マサラタウンのお家、自宅がね、見えてきましたね。赤坂さん、スターミーの歌遊んでますね。スターミーで。さあ、これで EV ね、さっき赤坂さん飛ばしちゃいましたけど、このね、イベントがあります。はい、タイマーストップでお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ、EV のね、イベント見ましょう。こうやって自宅に帰るんですけど、目の前でね、で花束作ってくれる。かわいい。これ、ムービーで飛ばせちゃうんですよね。そうですね。ちなみにバッジを7個、あ、8個取って出てきたときに、女の人がね、マサラタウンの女の人がいて、ここで花束を作って、それをなんか、送りたい人に送るんだ、みたいな、そういう話をね、してくれるんですけど、それをね、EV にしてるんですよね、実は。触れればよかった。もうちょっと、あそこら辺は解説がなかなかに滞ってたんで。そうですね。なかなか渋滞気味で。いろいろね、喋らなきゃいけないことがヤンマン盛りあるんで。これ想像するとね、またライバルが不法侵入してくるね。さあ、そこはすぐ、そう、時はジムに行かなきゃ、つって。あ、今日が、あの人今日戦ってる、みたいなね。ちょうどそのいろいろあそこ渋滞するんですよね。渋滞してるんで。触れてる余裕がない。
スターミーの答え見ますか。一応枠としてはどうなんだ、時間的には。次の次何時からなんですか。何時からなってます、あれ。次のちょっと申し訳ない、すぐ出せないんですけど、次のポケモンカードの方は、あ、スケジュールありがとうございます。17時39分からのって、だいぶ余裕がありますね。5分ぐらいはありますかね。そうですね、答え皆さんの確認するぐらいの時間は、答えを確認するぐらいはしてやりますか。お、ハッシュドライスさんは、あ、赤坂さんはあれですね、いろいろとポケモン見せてもくれてます、ね、ポケモンラプラスとか見せてくれてますね。結構 RTA 上では見ないんで、そうですね、 RTA 上ではあまり見られないけど、このゲームの闇を見せられて本当に良かったです。ハッシュドライスさんから実際のコメントいただいております。ありがとうございます。スターミーの答えを少しばかし見させていただきたいと思います。もうピカビやりたくなるとかそういったコメントも多いみたいなんでね、ぜひとも皆さん、このお盆でね、サクサクっとクリアしてもらって RTA 手出してもらえたら。かわいいですよ。あ、間違えた。あ、イーブイ、あ、イーブイは臆病ですね、自分の。あ、結局イーブイ皆さん性格何だったんですかね。じゃあ次の追加、普通にやって楽しいですからね。そうですね。さあ行くぜ、じゃじゃじゃん今日の昼間にやったやつと同レベルなんだけど同レベルなんですけど、ハシュライさん、エリカあたりですかね。エリカあたりでユンゲラーでちょっとロスってしまった分、そうですね、ちょっとあれだったかなっていう、もったいなかったかなっていうところありますね。だいたいまあまあ EV チャートはまだちょっと公開してないっていう、すいません、弱いですね。ワンコントローラーはチャートあるんで、ワンコンはね、ちょっと自分が公開したやつなんですけど、そうですね、ちょっとこの EV のね、ちょっと個体値見てみてえなEV のステータスも気になりますね。いや、攻撃が低そうな感じしました。あ、なんか攻撃すげえ低かったんですよ。なんかすげえ、ほら攻撃60しかないんですよこれ。あ、低いっすね。でスターミー来なかったんでね、自分 EV の個体確認したいと思うんですけど、あ、強い EV の個体、いや、6V だ、全部マックスだ、超強い、素晴らしい能力だ。スターミーも、スターミーも EV 見習ってほしいな。一緒にラプラスとかもこれ個体値高いんですよね。そうですね、あいは個体値が 3V 以上は固定という形になっておりまして、さあ赤坂さんの個体が、あ、ピカチュウも引っ張り出してくれますね。あ、ポリゴン強いですね。いや、素晴らしい、これぐらいの個体値がスターミンに欲しい。あ、赤坂さん、ピカチュウって無補正ですね。無補正、多分全部今白だった。ピカチュウが強い。いや、これぐらいの能力欲しいな。もう特攻と素早さだけでいいんでね、正直。ユンゲラーは微妙、まあまあなとこか。なんかすごい M 字みたいになってるラッキー、ありがとう。ラッキー、コイキングだいぶ強い。あ、もらいもんだからそうか。ラッキーでかかったっすね、あそこ。いや、ラッキーでかかったら、ラッキーいなかったら多分もっとすごいなっすよ自分は。赤坂さんのスタミン優秀ですね。 G が高いのいいっすね。自分を一周してスタミン置いときましょう。さあ、ハッシュドライスさんも到着しましたということで、能力ね、比較していきましょう。
でも多分僕のやつよりも赤坂さんの方が特攻の方が特攻が低かったみたいなんで、どうですかね、様子を見るですねからの Y。 じゃじゃん。さあヒックこれもなかなかきついですねこれもなかなかにきつかったということで、いやー全部特攻は自分よりもちょっと低めぐらいですね。そうですね、低いですね。はい、いやでもちゃんと対応して走っておりましたんで素晴らしいと思います。赤坂さんのが特別特攻が高いっていうわけでもないみたいですね。はい、いやどっちかっていうと低い方に入りますね赤坂さんも、うん、ですね。はい、いうことで、3時間20分30分ぐらい、どうもお付き合いくださいましてありがとうございました。ありがとうございました。まだね、ポケモンタイム続きまして、次がですねポケモンカードゲー GB ということで、プレイヤーがソウさんでございまして、なんと解説の方もいらっしゃるという話なんですけれども、解説の方はなんとこの並走で1位を取った赤坂さんが解説だ。すごい。ということでね、レッドモンスターレッツゴーピカチュウレッツゴー EV、長時間どうもありがとうございました。まだまだポケモンタイム続くんで楽しんでいきましょう。お疲れ様でした、ありがとうございました。あ、ロストさんも一言すいません、自分で寂しみようとしちゃった。はい、どうでしたか。そうです、まあ、自分は、1P1 しか走ってなくて、まあ、あまりね2コントローラー知識なかったんですけど、まあ、やっぱいろいろとこうやってね違いがあるっていうところで、まあ、走りやすさ的には2コントローラーなんですけども、1コントローラーは1コントローラーでいろいろ楽しんで、皆さん今回の、RT in Japan きっかけに、走っていただけたらなと思います。はい、そうですね、走者増えると非常に嬉しいんでよろしくお願いいたします。ということで、長時間ありがとうございました。これで終わりたいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。